ね、肩痛い。 YouTube ライブしてますか？お、してるよ。視聴者2人しかおらんけどな今つけたばっかしなんで、こっから増えてくると思いますけど、 TikTok の方はね、まあ、YouTube は知りまへんって感じですわ。あちまさん、こんにちは。ハンギョドン河内、こんにちは。何がはやねんお前、喧嘩売ってくんじゃねえ。視聴者5、6人のしょうもないちょっと女とつりましょうか。これね、つけたての時はね、強いやつ行ったらダメなんですよ。うん、あの6人ぐらいしかいないしょうもないやつ行きますわ。とりあえず一旦ね、ちょっとつける時間遅かったかな。朝方からやればよかったな。うん、久しぶりにやってるが、まだ本調子ではない。肩痛い。あいつ何してんの？間違えました。こんにちは。おう、こんにちは。うすうすうす。いや、辞退してきたけど。いや、だるいって、お前辞退すんなって、視聴者6人。何してんの、こいつ。ゲームしてんのか。何してんの、お前。え、めっちゃゲームしてんねんけど。お前な、阪神のテレビ流してみたり、な、ゲームしてみたり、もう、自分の個性的な配信できへんの？無理。はい？無理。おめえの、その、ゲーム配信誰が見たいねん。行くぞ、みんな。16人しかおらんけど、勝てるやろ、これは。うん。いける。もう今、つけたばっかしや、俺も。何時からやってんの？ 1 時からです。1時からね。そう。1時からずっとそのゲームやってんの？ 1 時からずっとやってる。マジおもんないやん。もうやめろって、それ。無用ない。お前、6人しか見てないやん。違うね、でも、1個言いたいのが、うん、なんかね、うん、最近ほんまに不調すぎて。何が？え、バトルが。いや、バトル誰とも全然してないんじゃん。やってるよ。横の方？いや、俺もあんま知らんやつ。やってる、やってる。うん。ほんま。結構バトルするんやけど。うん。ちょっと最近は不調すぎて。うん、おう。とりあえずゲームしようかってなってる。あー、逃げちゃったんや。ゲームに？うん。ちょ、モツダペのランキングまでちょっと見るわな。いや、やめれる？残り 79.8K やから、1時間の時給が、うわ、お前やばいで、それ。ほんまに。ほんまに。280円やがな、お前。それ。そんなある？ゲーム1時間やって、うん。そんなある？すみません、怖いので抜けます。はい、ブロッコリー&ミュートで、はい、大丈夫です。はい。ハンギョドン、中1なんや。中1が TikTok って混ぜてるよな、普通に。さあ、視聴者が増えてきた。だって、バトルをする。さあ、小学生でも、やってるくない？ TikTok。うん、ほんまやな。てか、お前ゲームしながら喋ってる？お前、俺と。ちゃんと画面、あれですよ。プロソーさんの画面見ながら。いや、お前顔映せや。もうすっぴんやったら出られへんのか。優勢すっぴんじゃないから映せなくもない。いや、映せよ、お前。後ろが汚すぎねんて。後ろが汚い。大丈夫、お前の心が一番汚いから大丈夫や。さあ、バラ、あと二人です。なんてこと？はい、バラウンマ。バラウンマです。よし、バラバラにしちゃうぞって。あともう一人バラいけますか？ 37 人。バラバラにしちゃうぞ。あと一人。髪の毛どうなってんだ、それ。小ザドリ、アイコン変えていいやん。バラウンマ。ハーフツイン。ハーフツインサザエさん。ハーフツインなんやけど。僕見て喋って、お前ゲームの画面見て喋っちゃう。この携帯の画面見ろよ、お前。さあ行きましょう。何ですか？よしつぐせいきなり、はい、金貨の網がプラプラお疲れ様です。あ、ツイッターフォローありがとうございました。びっくりした。川原さんいらっしゃったんですか？びっくりした。いてくださったんだ。うわ、ありがとうございます。なんか、醤油にぎり爆投げしてたっていうのをインスタで見たんですけど。よし、今日1位取ろうか。よしつぐさん。びっくりした。ありがとうございます。いや、びっくりした。いいのに別に。コメントだけで十分なんですよ、別にね。ありがとうございます。すいません。うわ。うん。ねえ、こいつは。このめんどくさい。めんどくさいやつ、ブロッコリー&ビューター、お前。しょうもない。来んな、お前。しょうもない。はい、はい、ブロッコリー&ビューター、お疲れ。うん、うわ、ありがとうございます、社長。誰か。はい。似てたの、もつなぺちゃん。はい。いきしてない。だから言ったやん、やれって。部長さん、ありがとうございます。1時間配信してるあなたの、ダイヤモンド数より、9分しか配信してない僕のダイヤモンド数の方が多いみたいです。ありがとうございます。社長。
愛してるぜ。びっくりした、ほんまびっくりした、ありがとうございます。いや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 、コインナイス、ナイスすぎた原白。お前顔も頭も真っ白すぎひん、大丈夫？俺のこのシナモロール送ったのか？うん、可愛いかこれ、ほら可愛いやろ。あ、じゃこれあれやな、この光飛びしすぎちゃう。うん、光飛びしてるからこの耳が見えないよねこれ、ほら。うん、ピョンピョンってやってもわからんよなこれ。まあまあええわ。うん、ほんまにゴルフウェアみたいなもん着やがって。そう、ブロッコリー早いね俺。そう、なんてガチで最近ダメなのよ、もう何回泣いたことか、ダメすぎて。じゃあ今泣いたら、今は泣けへん、配信中には泣きたくないのよ。ねこいつ。いや、まあ、あるがままを見せていくのが配信なんじゃないの？うん。楽しい時、辛い時、いろんな感情があると思うけど、それらすべてを見せていって、あ、こいつ可哀想やから応援してやろうかなとか、こいつおもろいから投げてあげようかなって思ってもらえるのが配信なんじゃないの？違う。まあまあ、確かに確かに、それはある。それはあるけど、なんかさ、そのさ、よくさ、言われるのがさ、女性配信者さんは。ゲームで食べんだってお前。ちゃ、女性配信者さんは、その、うん、なんか、あ、ことないありがとう、泣いたら、言われるやん。なんか、そういう。そういうことやね。そう、なんか、女性配信者さんってよく言われるのがさ、うん、泣きながら配信とかしとったりとかしたらさ、よく言われる。うん、なんで泣きながら。同情ギフトをもらってんだね、みたいな。そう。言われるのが悔しいから絶対泣けへん。うん。やばい。やばい！いや、負けたんだが。じゃ、ちょっと待って。は？ちょっと待って。絶対川原さんだろ。ちょっと待って。絶対川原さんだろ。いや、ふざけんなよ。しょうもない遊びすなよ。なんで最悪、めっちゃ最悪なんで、プロソロさんのこのプロフィールスクショしたの、私今。知らねえわ、お前。ちょ、今社長やろ、絶対やったん。違う。え？え？ランオフの誰か？ちょっと待って、マジか。川原さんじゃなくて？じゃない。え？こっちに来られてない。あ、俺じゃない。あ、すいません、すいません。こんな子に負けるプロソロに泣ける。いや、ほんまですよ。ほんまですよ。こんな子して、待って、それはちょっと待って、何で俺負けてんすか。こんな子はひどくない。最悪、それは。こんな子やろ、こんな子やろ、お前。それは傷つく。傷つくじゃなくて、勝ててるからありがとうございますやろ。ねえか、川原さん、すいません。ちょっと待って。ラフさん、ありがとうございます。え、黙れ、お前、喋んな。あ、1位、ヨシツグお兄ちゃん、負けてしまいました。本当にすいません。絶対勝てると思ったんですけど、次はユリは100個で、おやでしょ、チース。すいません。いや、ほんまにね、すいません。ユーセも小里も、はい、みんなまとめて、なしで頑張るぜ、おい。完全に気抜いてた。嘘やろ。私は負けろ、もちろん。お前、マジか。ムカつくな。こんな子に負けたって。マグロって言ってもうたわ。動揺して。マグロで一回勝てたぐらいで調子こくな、もう一回じゃん、お前。もう、あ、お前、あ、やってくれる。いや、社長、ちょっともう。みんなもういいよ。ネクストレベルの価値下がったらさ、ね、こんな視聴者6人のやつに負けてたら。隙間バイトはネクストレベル。ね、上場企業なんですから。もうこれは、完全に勝たないと。ねえ、すんません。いや、完全に。お疲れ様です。おはよう。めっちゃはずい。ちょ、小ざのり、ちょ、頑張っても社長いらっしゃらない可能性が高いから。うん。いや、こんなバトルで負けてるやったら、おいしい。しょうもなって思って、もうどっか行ったと思うから。うわ、ムカつく。ランオフか、ちょ、もつ鍋んとこで見とこう。やめて。誰が投げたか見とこう。いや、見とこう。こんな子か。みっけ、わかったぞ。サブワカ。え、俺のサーバーか分かった？え、だって下に出てくるやん、参加しましたって。え、じゃあ何が参加しましたって書いてある？え、これさ、アラビア語じゃん。え、誰の話？え、分かんない。アラビア語じゃない、絶対そうやん、ね。アラビア語のやつ？え、本当に？うん。え、そのさ、お前11のところクリックしたら出てくる？いや、出てこうへんけど。あれちゃうの？ってことは、あれちゃう、見せかけなんじゃないの？ラオフじゃないん。え、ランオフなのかな、わかんない。え、散々言ってるように負けてるのおもろ。あ、こいつか、暇と思うんか、お前か、やった。違います。くっそ、バリムカつくんだが。おい、ちょ、みんな本気で言ってくれ。もう社長多分いらっしゃらない。うん、社長盛り上がるばっかりだったんやから。もうやめて、こっちにアンチが流れてくれ。誰か自信やらいす。ちょ、もうほんま助けてくれ。この女にだけは負けたら相手。ちょっと待って、ほんまに頼む。みんな10コイン頼む。あと10コイン頼む、マジで。これは10コインいかなか。これは10コインいかなか。あと5。さあみんな行くぞ。お、バランマ、ありがとうございます。あと5。やばいな、これ。普通に。ナイス。あと1、ヘタさんちゃんがレッパー。ナイス。バラバラにしたぞ。これもう、スピチャレ。うわ、達成できても。
やばいな、普通に。いや、でもここなんよな。2倍で向こうがどんだけ来るかが分からへんからな。いや、もう、社長まだいてくれたんですか、はい、社長ありがとうございます。ありがとう、ナイス。小田より、カモンミュージック、すごいすごいすごい。トムさんバラバラ。社長、今のうちにユニバで勝ちましょうや。うん、ツイッターフォローされたら嬉しかったっすね。インスタもね、嬉しかったんですけど。ありがとうございます、本当にね。いや、勝ちてーよ。またそっちがドカンって飛ばしてきたんだけど。こんなこと言われたからな。当たり前、お前のアカウントで見たるからな。誰が投げたか見たるからな。ランフでもわかるからな。こんなこと言われて。うん。来いや、お前。送んのか、お前。こんなことか言われて。もう最初で最後やろ、さっきの2000コインぐらいが。調子こきやがってて、てめえ。お前舐めんなよ、150億の社長、お前。お？すまんね、社長、ほんとに。こんにちは、僕、乱音です。黙れよ。あ、乱音なんや、暇とも。そうなんや。乱音なんや。乱音なんや。乱音って初めて聞いたわ。私も乱音って言うの。ライオンって見えたわ、一瞬。聞き慣れない言葉すぎて。ライオンです。前から。いや、ちょ、勝ちてえな。実写版サザエさんに負けたらもう終わりやからな、もうそれこそ。実写版サザエ見てくれてるやん、じゃあ。じゃあ、やとしたら見てくれてるやん、私の最近の。何がやねん。終わり。はい？次回予告、次回予告サザエさんやってるの見てくれてるってことですよね。いや、見てないって、お前に全く興味ないもん。ただのサンドバッグだもん、お前。見てくれてるってことやんの。いや、お前髪型サザエさんやから、たまたまサザエさんというフレーズが出たやつ。どう見たらサザエさんなん。サザエさん。何言ってんやろ、お前。お魚くわえたサザエさんや、お前は。魚くわえてこい、今から。ちょっと待って。バラウンマないって、黙れ。ドラえもんに舐められたくないって。ちょっと。なんてドラえもんに舐められたくないって。ドラえもんちゃん、お前、シナモロールやないか、お前。父さんになってみ、ピンポンないぞ。目悪いんか、お前。ガンガン行ってこい、お前は。いや、これでさっき刺されたからな、めっちゃ、サザエさんっぽいよね。うん。いや、もつ鍋はな、顔がな、令和じゃないのよ。完全に昭和なのよ。うん、そうやね。私マジで。うん、そうそう、うん。昭和女子って言われてさ。いや、そう、ほぼ平成でもねえし、令和でもねえし、うん。めっちゃ平成やねんけど。いや、もう、あの、んピチピチの21歳。はい ?21 歳。21歳なんで。あ、若いんやね。あ、はい。若いな、けど、なんか、うん、ちょっと昭和感が出てて。最初にさ、受けてさ。おい、ちょ、待って、もつ鍋、もつ鍋聞け、はい。川原社長がおっしゃってるわ。生活保護受給してぞって。あっやんな。いつやろ。あっやんな。ほんまに。生活保護受給してそうわ、これ。したいわ、じゃあ。暴言中の暴言だろ、言っていいんか、そんな。やばすぎるって。ちょっとさ、ほんとに。生活保護の受給者に負ける可能性があるし、さっき負けたし。社長、社長頼んだっすよ。安心してこへんから。いや、来る可能性が高いよ。怖いよ。怖いよ。え社長助けてーラブリーミュージックマジで何したんで社長マジかまた負けたんやけど、誰や、誰、誰、誰や、今投げたんおい、暇とまんかよ、お前おい、暇とまんかよ、お前ちょ、最悪やもうメガネも曇ったわ、笑いすぎて。なんでこいつに2回連続負けてんのもう社長めっちゃ頑張ってくださったのに。生活保護に負けてるやん。いや、ほんまですよやめてくださいよ、生活保護に負けるんだけど。ちょっと待って。なんてそれは、それは、ママに対してのアンチやと思う。え、おかん、生活保護マジで受けてんの？受けてないんだけど。どうしようみたいな。ほんまにいじったらあかんやつかと思った。うん。あかんよ。やばいやばい。嘘でしょ川原社長。ほんまにこれちょっともう、フルコンボしないと。あかんって、こんなやつに負けたら。いや、あかんって、川原社長、こいつに勝つまでだけはちょっと、いてください。それ以降は大丈夫です。昔の人、ミュータイはお前黙れ。すいません、社長、最後、で、一緒に、勝利の音楽、奏でてくれる予定でしたよね。けど、負けてしまって、奏でられなくてすいませんでした。本当にすいません。勝ちましょうね、次は。そして、ボビーも小田辺もみんなまとめて、バイトするなら、ネクストレベル。くそ、ミュータイじゃん、お前。ちゃって、もうなんか、めっちゃメガネ曇るんやけど、なんでやろ。なんでやろ。悪いことの区別もつかへん人はあかんと思う。ああ、ああ、150億の社長を敵に回したってことね。言っちゃったね。ああ、言ってた、お前な。金があってもな。はい、はい、
なんか喋ってんな。こいつ口動いてるけど、なんか喋ってるけど、わからんな。あ、すいません、ミュートにしててマジで聞こえませんでした。お疲れ様、バイバイ。お前逃げるやん。あ、お前逃げるやん。バイバイ。お前逃げるやん。これ切るぞ、絶対切るぞ。でも、ナペミ、ピンポンナイス。これ切るなって、お前。なんか言うことないですか。もう一回やろうや。なんかないんですか。なんか言うぞ、何を言えばいいの。なんか、いつも言うじゃないですか。私が負けた時に。もつなべさん大好きです。もう一回やらせてください。お疲れ様でした。いや、ちょ、待て。最悪や。あ、いいの、ごめんじゃない。ごめんじゃないですよ、川原さん。いや、謝らなくて、川原社長に初めて謝られたな。うん。うん、ああ、向こうに対してですか？いや。いや、すいません。ほんますいません。いや、僕の方がすいません。いや、勝てたら大丈夫だったんですけど、あいつに。あ、ちょ、もう一回繋ぎましょう。ごめんなさいっていうことで。あいつにって言ってますけど。え、ちょっと待って、もつだぺ、こいつ視聴者ゼロ？なんか視聴者今、なんか、嘘！配信終了しやがりましたよ、あいつ。はぁ？逃げんなよ、あいつずるいっすね。うわ、すんません社長、これはマジで申し訳ない。うーわ、いや、生活保護のくだり俺めっちゃ受けましたよ。うん。俺はめっちゃ笑ったんで大丈夫っすよ。いやー、すんませんね、負けちゃったな。あー、くっそムカつく。じゃあちょっと今強いやついきますか。なんかゆたしお兄ちゃんがめちゃくちゃ調子、こいつにだけは絶対負けてられへんのですよ。うわ、誰か来たな、お前。誰かいんやな。え、すいません、え、誰かいんやな、お前、枠に。え、犯罪から足洗った、反社会勢力の方ですか？あ、あれですか、養豚所から脱走した豚ですか？あ、違います。人間です。あ、人間です。お前、めっちゃ今、ガッツ悪いんやけど。もう、ほんまに昭和のテレビぐらい画質悪いんやけど。そう、お前の顔面の画質が悪いんやけど、大丈夫、いつも。ああ、いじめ嫌がらせありがとうございます、今日も京都で。うん。あ、いかつなげ調子いいかもしれないですけど。いかつなげの嘘だ。あ、大丈夫、治ったっぽい。あ、俺は治った。みんなは治った？治ったわ。ああ。養豚所から脱走した。噛むなよ、お前。プレイヤーです。モザイクかけんなよ、お前、顔面に。お前が常にかかってるよ、顔大丈夫。かかってないわ、お前。虹がかかってんねん、俺の上には。前歯ブレーキングダウンしてるけど大丈夫。前歯もいじっちゃってる、こいつ。お前、団結枠目指して煽りやめるんちゃうんかった、お前。え、じゃあ前歯見せてみ、じゃあ前歯見せてみ。やだわ。え？お前もほっぺた見せろ、ほっぺた近づけてこい、お前。やめろって、わあ、ああ、お前、なんかん？誰かに投げてもらってたユニバとか、誰やったっけ？パイセンか。え、パイセンだけじゃないで。あと、ヌートバーの一族か。そう。よう見てんな、サブアカで。さっき見てた。偵察。偵察してた、そう。行くぞ。みんな、団結しよう、もう喉いかれた。もう。この相手は、グローブを軽く取らせてくれてる人やから、ここみんなでグローブ取りに行こう。どんだけスコアちっちゃい。俺と喋ってる時めっちゃ噛まへん。なんでそんな噛むの？喋りかけないで、今実際に喋りかけてるから。お前に喋りかけんかったら配信成り立たねえだろうが。A さんおかえり。行くぞ。金髪の調子こいたやつに勝つぞ。今日韓何や言うてみ。13。え？もう13までいったの？うん。やべ。13。龍角さんが変なとこ入った。13。ビビりすぎて、龍角さんが変なとこ入った。ほんまに13や。444K 飛んでるやん。13。ゆか、ゆたしもてです。黙れ。リリニャンが言ってた。いや、お前。挨拶しに行っとるだけやろ、お前。かわいそうに。別に俺関係ねえし、黙れ。最悪や、こいつ。挨拶はユニバや、俺に。何考えてんの？黙れや、お前。うちのモデじゃ、お前。お前、後ろになんか白いゴミあるけど、それなんなん？わあ、これパンダ先生のやつやねんね、これ。俺パンダ先生の服着てるし、お前。お前、これパンダ先生のゴミじゃねえ、これパンダ先生のやつ。大丈夫、これ。お前、雑に置くなよ。雑に置くなよ、それ。大丈夫、お前。いいの？その中で言って。いや、俺パンダ先生の服ちゃんと着てるし、大丈夫や。さあ、みんなで勝つぞ。あ、6連勝してるわ、こいつ。美味しそうだな。
ブルースバランバ、みんな行きましょう。タイガーフットネス。そう、行くぞ。みんな、フッサネス。行くぞ。2倍喧嘩たまりやから。俺、フッサフォローしてたっけ。50人団結してくれ。はい、バランバ元気です。ありがとうございます。みんな団結しよう。うん。みんな団結しよう。あ、スコア低くても勝てばいいから俺、もうそれで満足やから。こいつグローブに行くから。こいつグローブ生産工場長の方ですから。黙れ、金髪の少年上がり、光のハート馬。ガチ少年院が。行くぞ、みんな。なんだ、ガチ少年院って。強い人いますか？いらっしゃるかな？勝ちで。あっこナイス。あっここいつもこナイス。そう、ナイス。そう、みんなで行こう、みんなで、みんなで行こう。そう、ナイス。そう、グローブ手堅く取りに行こう。手堅くグローブ取りに行こうぜ、みんなで。あ、こっちましょうね。そうそうそう。弱けるパターンが。やっこナイス、そう。ガッチャガッチャ。初見さん、ユニバー行ける人いるフックナイス、フックナイス。そうそうそう。タップ持ってね。やっこナイス、やっこナイス。そう、角刈りナイス。いいぞ、角刈りもナイス。そう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 。天才来てくれ、天才。ナイス、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 ナイス。名前誰これ。行くぞ。いける人いる？もうちょっと、1コインでもいける人いるかな？これ。1コインでもいける人いる？さあ、残り23秒。1コインでも、1コインでも、1コインでもいいんかな？さっきはユニバ飛んでたみたいだけど、大丈夫そうや。多分、今回は。うん、大丈夫。お前相手に使う暇もないから。さっきまで。お前相手に使う暇もないから、大丈夫や。黙れ、お前、社長がまだ俺の枠にいらっしゃったら、お前負けるぞ。あ、もうマインクラフト楽しいな。そんなことせえへん。ナイス、カズミナイス、そう。いける。社長行きましょう。いらっしゃったら。そんなせえへん。光の最の、何が来た？社長プレミアムラガタッキーだー。タワムラ社長やめてや。もうお前にはもうネクストレベルは次にいたっていうのに。やばやばタワムラ社長やめてねネクストレベル舐めちゃったねお前。舐めてへんお前に舐めてんねん。月5000万使える社長舐めちゃったねえ、おい。月5000万はいいな。5000万間にやったら。さすが社長や、やめてよ、もう、グローブ取りたい。ありがとうございます。やばすぎる社長。よし。第二の醤油に来、いや、川原社長、今日日韓1位取りましょうや。うん。明日僕はちょっとイベントがあってね、ちょっと、A&V のね、女優さんと、一緒にバーベキューするっていう企画があって、2万円払って、まあ、明日東京行くんですけどね。お前、一緒に。来いよ、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 無理や、これは。もう使い切ったうちは。来ない、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 金髪来ない。キャピンキャピン、キャピンカの、よいちゃんの。ああ、社長、うぜえな。カズミナイス、テンナイス、ユリア、リータ。やばい、勝てへん、アッコフース。ミュートや、お前、黙れ、敗者。さっきこいつが13位でね、ビビりすぎて、龍角さん飲みながら、ビビった瞬間に違うところに、龍角さんが行きまして、喉いかれちまったんですけど、でも、川原社長の、ネクストレベルホールディングスの、社長がロケット飛ばしてくれたおかげでもう、マジで気持ちよく勝てました。本当にありがとうございました。さすがすぎました、みんな。川原社長に拍手&川原社長のフォローをお願いいたします。そして、光もモビオブルーズも、はい、みんなまとめて、何してるのみんなまとめてミュート解除してユタに全然大したことないな、ビクトリーなあ、お前、画面の目の前で拍手するな、お前、嫌味か。いや、だってそっちの貢献者すごいなと思って拍手してるんや。おうおう。まあ、こっちはすごいけど、お前全然すごくなかったな、どんまい。まあ、俺、光の。はお前、川原社長煽ってんの、お前な。お前に対しても別に川原社長しゃべってくれてんねん。お前13位までお前あと何件か計算したろけ、お前。お計算しろよ。あと何件か計算したよ。おう、400件。川原社長に言ってもらえよ、じゃあ。お前に400件も使うのか、うん、ユニバ10個でお前の10位もう今抜かせるけど大丈夫そう。おなめとったらあかんじゃん、お前。じゃあ川原社長に謝らんかも。いや、言ってもらえよ。社長に謝らんかも、やつ、お前。言ってもらえよ、じゃあ。謝りますよ、俺。社長に謝ります、お前。社長に謝れ。飛びたりしないんですよ、すみませんや、お前。僕一人頭下げたりとか絶対しないタイプなんで、勝手にしてください。じゃあ、お前、このバトルで、お前のランキング抜いた瞬間に頭下げろよ、さすがに。いや、無理。はっ俺今まで一人ずるくない？絶対嫌。絶対嫌。自分で、自分で頭下げたことない、基本的に。やばいやろ。言うハートマン。社長のことフォローしたけど、ランオフやからフォローできない。あ、マジで？いや、コメントとか遡ってったら出てくるはずやから、うん、ここでいけるんじゃないかな。てか、川原社長って。謝ったことはあるけど、TikTok では絶対謝らへん。やばすぎやろ。絶対ナイスやな、モッピー。いや、社長、ほんまにありがとうございました。
嬉しすぎた。いや、社長ね、最近 TikTok あんま、潜ってみる感じやなって思ってたんですけどね。急に、あんな2倍のタイミングでプレミアロケット。社長最低や。社長最低。ね、は?舐めてんのか?人間じゃない。はい、ミュートです。はい、リカちゃん、やめてやめてやめて、やめないで。バケモン。なあ、お前調子こいてたけどな。パイセン呼んでくりゃよかったな、お前な。やっちゃったな。うん。煽る相手ミスっちゃったな。うん。あ、リナちゃん、はじめまして。今は、努力、実力、自分磨きしてます。うん?写真モデルの夢も、才能が欲しくて頑張ってます。応援の方よろしくお願いいたします。おー、頑張ってな。うん、壮大な目標だな、リナバランママママ。あいあいあい、もう、連勝が途切れたゼロ、気持ちよさそうですね、ゆたしお兄ちゃん。せっかく金髪に髪色染めたのに、全然スコア綺麗に染まってないみたいな。最後。こいつ、頑張ってますよ。いいや、リアちゃん。リアちゃん、え、なんて?俺このバトル終わったらこいつブロッコリーしようかな。なんてやねん、お前。あ、川原社長がおっしゃってる。わら。リナバランマ。いけるかジュールいけるか社長フォローできましたか皆さん。うん。皆さん、社長のフォロー。社長最低。黙れよ、お前。喋りかけるな、俺の社長に。ブルース、社長じゃない、みんなの社長や。最低。ユリエナイス。俺、誕生日、こいつの誕生日に43回連続負けさせられたことあります。光のバランマ。お前が一生バトルしてきたからや、それは。知らせよ、お前。一回ぐらいか、止めてよ、お前。勝ちたいんじゃねえって43回負けただけやんけ、お前が。いや、あの時俺メンタルいってたから。ナイス、もう一回、ナイス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 、行きましょう。3倍終わるまでにちょっともうドカン言っときませんか?もう社長いらっしゃらないかな?やばい、勝ちたいこれほんまに勝ちたい !3 倍で勝っちゃった負けるって負けた君たちも強いんだよほら強いって言ってんだよほら強いって言ってんだよ社長 !3 倍 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 !3 倒的ビクトリー!お疲れ137! 愛したかよ!黙れ!黙れって!はい、リナちゃんありがとう。勝てたらまたフォローするな。はい、ブルースも光のも、みんなまとめて言うもん、なんしてんねん。先生みんな先生に拍手や!いや、ムカつくんだが。できない。いや、もう社長いらっしゃらないんちゃうかな。社長来へんかった。いや、これはちょっと、もうラストバトルや。これで負けたら退散するわ、潔く。まあ、お前の6連勝かられて嬉しかった。さっきの勢いどこ行った?舐めてんのだから。
まだ舐めてんのかって、お前。さっきの勢いどこ行ったの？今、社長の手のひらで転がされたの、お前分からへんの？何がお前、だから1対0で負けた名前と変わってない。社長がコロコロ転がされたってこと？そうですよ。あ、そうなんや。社長の手の上で、ユタシをポン置いて。ブーメランお疲れ。立ててよかったな。いや、ブーメランお疲れ。ブーメランお疲れ。ブーメランちゃうねん、お前。お前、ダメだよ。お前が転がされてんねん。お前ら、中卒からなりやがった社長と、お前、中卒からお前、少年院出た、お前、全然ちゃうやぞ、お前、川原社長と言ったら。入ってへんわ。少年院入ってへんねん。少年院じゃなくて、どこ入っとったか判別しようか、お前。いや、どこでもええやんけ。いやー、はい、濁った。ということは、どっちかに入ってたということですね。入ってません。おい、前科者が来れい。黙れ。ゲジゲジ。川原社長が、帰ってきました、すんません。私はさっき2万対137ぐらいで負けました。助けてください、かわいそうっすよね、僕。ね。来たちゃうね。もう川原社長。相手にやっぱ投げてる？嘘やん。ガチで投げてないって。ほんまに？うん。誰や、この電波取り、お前。そいつ、ギフレベル6の前。ブロッコリーさんはいいで。嘘ついてるわ。おい、ちょ、お前、ブロッコリーは悪いけど。嘘つきはいらん。うん、抑えていいよ、数に。うん。カズミお座り。で、その、なんでお座りっていう言葉を使うかな、お前。じゃあ、無理してほしくないね。じゃあ、お前もう、ギフトオフにしてずっと喋っときゃ、今から。だから、みんなの団結でバトル勝ちたいし、一人が無理するんじゃなくて、俺はそっちがいいの。なるほど、ね。お前と考え方が違うねん。一人バコン言ってもらうんじゃないねん。黙れ。柳井さん、笑うな。行くぞ。ちょっと、ほんまに3倍行くよ。ブルース光のバランバ。行くぞ、3倍。ちょ、社長俺もフルコム書いたんでユニバスよ、これ。3倍でユニバスって書きましょうね、絶対に。河原社長いるから、あっちに。いける、これみんな、行く、行ってくれ。河原社長、これ、逆投げはちょっと、ね、ダメですよ。これはほんまに勝ちたいです。コツブックありがとう。1対1ですから、2対1で勝ち逃げドローンしたいです。しかも3日もまだ入ってないんで、ね。3日まであと62.9K です。3倍、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 何してんだ何してんねん、ユリまでも語れへんがな、おい。え、隣で投げてるよ、ユタシが嘘ついてる。嘘。え、嘘ついてない。ほんまに、ほんまかてめえ。嘘やって、そう、リスナーお前なんで死んの、俺の話聞かへんの、お前。なんで先生って言ってんの、社長じゃなくて。社長じゃないっつってんだよ、俺先生や。この隣恥ずかしくないの、この顔で。黙れ。ユーザー、お前黙れ。黙れ言われてる、ユーザー。ユーザー黙れ言われてる。あ、社長、川原さんそっちで投げてんのか。え、投げてへんね、ほんまに。え、だってわらわらっていうコメント見つけたもん。わらわらっていうのは、俺とお前のコラボでわらわら言ってるだけ。ほんまかいな。じゃあ、だバトル終わったから、それ。ユタシカラーしたとか、今質問する質問ちゃうやろ、お前。たく。ちょ、ほんまやろ。嘘やろ。そうやったら俺、川原社長って言うやん。ほんとよ、投げてるジェット機。投げてないわ。お前、3日前から来てる初見さんやぞ。え？じゃ、あのさ、何を信じたい？しょうもない発言やめてもらっていい？しょうもない。お前、社長から投げてもらっとったんか、お前。え、社長じゃないで。先生やって違う。誰か言えんじゃん。先生。何先生か言えん。なんだな、バレたくないから、ランフなんやん。社長、ほんまに、俺どっちかわかんないから、社長が投げてたやったら俺やでって言ってください。ほんまにわかんないから。社長じゃない。また負けてるやん。いやいやいや。それ社長のさじ加減でしょ。社長の手の上の上で僕踊ってるんだよ、今。3日前の初見先生で角刈り。そうやで。おー、グローブナイス！誰に負けてんの？いや、こいつにユタシに負けてんすよ。やばい。グローブナイス！ちょ、社長勝ちましょう、これ。やばい。ほんまに勝ちましょう、マジで。マジで勝ちてって。やばい。ほんまにグローブせっかくあるんですから、金かダメで勝ってます。一発で負ける。一発でかいの相手負ける。一発相手負ける。社長あーやばい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 やば
やる気ないやん。やる気ないやん。5枚刺さったのに5枚刺さったのにやる気ないやん。腹立つ。なんしたんだいや、めちゃくちゃ転がっとるやん。転がるよ。何転がるんだよ。はいはい、社お疲れ、ミュート。いや、ちょっと待ってくださいよ、社長、これ。ええー、いや、ちょっと待って。これ、勝てるながらやって何もう、ケチったらダメですよ。5000万円の中の、ね、もう、ジェット機なんてもう、誤差ですから、もうちょっと行けましたよ、社長、これ。いや、すいません。負けたわ、すいません。でも、応援していただいてありがとうございます。ちょっと、これいけたって5枚刺さったから、うわ、すいませんね、でも。はい、ブルースもありがとう、ヤナイも光のもスーパーナイス、お前。これ本物？いや、偽物かよ、お前。はい、みんなまとめて。勝つまでじゃ、これ、お前。舐めやがって、お前。勝つまでや！お願いします。シャース。お前、こっちの先生、ブチ切れてんの、お前、口悪いから。嘘やん！ほんまやった、お前。じゃあ、すっごい楽しいけど、残りの仕事してきます。あ、ちゃうな。誰や、ほんま先生って。たさばかり見てる。誰か、社長、ちょっとそっち行ってんの。あ、なんか、わらとか言って、なんか、またそっち戻ったりしてる。わらじゃないのよ。川原さんですよ。マジかよ確かに、プライベートジェットの、井戸だけさっき見えたけど、川原さんっぽかったな。次、お前のスコア動いた瞬間に誰が投げたか見よう。あなたさ、お前さ、それやってることさ、いや、じゃあ、それ違うけど、お前、それやってることやばいよ。何がよ、お前もサブアカで頭取のアカウント見てたやんお前。頭取じゃねえ。あいつが辞めるか辞めへんか、バトル中は見てへんやん。知らねえよ、女の子。バトル中見てなくても、お前バトル外で見てなくても。バトルってな、相手のとこの作戦とこっちの作戦あるわけよ、お前。お前、それを鑑みた上で。ペアじゃなくて、お前もイエローカード級の反則をしてるわけ。見るな！おい、じゃあ、黙れよ、お前。お前が、もし、今から一回でも見たら、俺、お前のことフォロー外す。なんでやねん。当たり前や。なんでお前。シェア、フェアで行く、フェア。厳しすぎるやろ、お前。フェア。厳しすぎるやろ。見たら、フェアじゃねえわ。もう見たらフォロー外す、お前の。最悪や、お前、10個いいや。お前、両手上げろ、もう。両手上げて、後ろ下がれ、後ろ下がれって。必死すぎるやろ。ちょっと待って、ユーザー後ろ下がれよ、お前。やだわ、黙れ、お前の指示なんて聞きたくねえんだよ、黙れ、喋んなわ。かわいい、ちょっと待って、バラダイス。腹立つわ、こいつが勝った時だけ調子こけやって、昔は。社長、ありがとうございます、すいません。もう、舐めてますわ。何が先生やねん。川原さんやないかい。社長やないかい。お前嘘つくなよ、これ。お前。社長が手のひらで転がってるだけやないかい、お前。お前さっき、お前が手のひら転がされてんのと絶対、お前。待てや。さっき言ったや、俺が転がされてたわ。お、ユーザーナイスや、ユーザーフォローした、ナイスリークや。え、マナーとブロックにされたん、かわいそうや、マナーと。こっちいとき？うん。誰や、マナーとって。ああプロソロにブロッコリーされたらしい。じゃあ、お前やブロッコリーせえやん、言うた、お前。全部お前が言うてんねん。全部お前の指示に従ってんねん。
電波取りかわいそう。ほんまや。マナートマジでかわいそうや。マナートタップだけ閉める。マナート解除するわな。マナートごめんな。ほんまや。ほんまのこと言ってブロッコリーされてるやん。マナートごめん。マジでごめん。川田さん。最悪や。川田さん、ちょっとフォローしました。ありがとうございます。いや、フォローすな、お前は。やった、12位になった。ユタシワイトやって。なあ、マナート、ほら、マナート、ユタシワイトってやった。マナートがそっちについちゃったよ。ちょ、マナートごめんって、これ解除するって。うん。ちょ、マナート、ちょ、そっちでタップしてくれへん。あ、おったおった。あ、ブロッコリー解除できた。はい。マナート、ブロッコリー解除できた。はい、フォローした。うん。仲直りや。マナート、こっち来て、ごめんなって。うん。俺言うから、コメントしてくれ。ごめんな、マナート。ほんま、お前悪いやつやで、普通に。お前、嘘つくなよ。マジムカつ、ユタシ嘘つきやんな。ほんまに最悪やんな。お、ユーザーもほんまありがとうな。俺もそっち差し込んだら負けるからな、俺。だ、俺なんてユーザーフォローした。ほんま、ふざけんなよ。じゃあ、もう社長お前んとこおるやん、どうせ。え、社長いいひんで、もう。嘘やん。じゃあ、社長は乱歩やから分からへんねんて。あ、そっか。参加しましたって出えへんかったら分からへんから。マナートかわいそうだ、ミュートもされてんの。うわ、グローブ、グローブ、誰誰グローブ待って、差し込んだら負ける、こっちもいい日、みんな使い切った。誰グローブ、えいけんのいけんのかおー、いけんのかえおー、これ捨てる流れやん。おー、おい、捨て、えあーやったやったールドちゃんやめろ負けろ負けろ、うわおい、かわいらお前、宝石に投げすぎやろ、お前。最悪や。ちょ、ルドちゃん、ほんまごめん。うわ、スナイパーでやってくれたのに、ルドちゃん、ごめん。社長、うんま。うわ、いや、ルドちゃん、ごめん、マジで。ほんまにルドちゃん、ごめん。最悪や。チールナイス。マナートナイス。角刈りナイス。最悪や。マッコ、ナナミ。さすがみんな来てる。差し込みうま。ゆう、あ、ユリア、やばいな。こっちの子が。やばい、3人100個しかない。ミュートで感謝しますね。1位、ルドちゃん、久しぶり。元気してます。いや、ごめん、せっかく早めさ投げてくれたのに。じゃ、向こう、まだ投げてるわ。まだ止まらんわ、川原社長の宝石銃が。やばすぎやろ。おい、じゃ、ルドちゃん、ほんまごめんな。もう、遊ばれてる、川原社長に。ルドちゃん、勝つまで終われへんな、これ。本当にごめんな。でも、本当に嬉しかった。ありがとうな。そして、小島も光の方をみんなまとめて。お前、調子こくな。ほんまに。ごめん、ルドちゃん、ほんまに。頭に来てた、ルドちゃん、これ。ちょっと待て、ちょっと待て。ほな、お前、ちょっと、やっぱ、先生に、うちの先生に悪い口聞いたから、先生すいません、もう一回バトルしていいですかや。いや、別に悪い口聞いてない。どうすんねん。もう行く仕事や。ルドちゃん、もう行っちゃうの。どうすんねん。ごめん。どうすんねん。ごめんよ。どうすんねん。川原社長、生意気な口聞いてすみませんでした。もう一回バトルお願いします。もう一回バトルお願いします。こいつ、なんでムカつくんやけど。おい、勝つぞ、みんな。もう、ルドちゃん仕事行っちゃうから、もう、勝つ可能性ゼロになってきた。一番悪いの見たし。おい、おい、マナートがミュートされてるって、お前最悪やな。嘘やん。ブロッコリー&ミュートやから、ミュートされてからコメント打たれへんのか。おい、最低や。そうか、マナートタップ。俺んとこでタップや、マナート。俺んとこ来てタップ。うん。マナート。いや、ルドちゃんごめん。ムカつくお前マジで今世紀一番ムカついたお前今日やばすぎやろマジで嘘つくわいやでもブロッコリーせん言うわ川原社長はお前ちょっとエンタメ力高いなめっちゃおもろいわやばすぎやろいやルドちゃんのねいけたと思ったけどじりじり迫ってきて普通に負けたっていうねくっそいやもうスナイパーが来てくれた。このお前とのバトルでめっちゃ笑ってめっちゃ頭痛いわ。知らんわ。俺もめっちゃ笑ってしまってるわ。ふざけんなよ、マジで。もう。そんか、そういう感じで全然できない。いないやんか。え？ルドちゃんおらんくなったわ、お前のせいで。俺のせいではないやろ。俺のせいではない。川原社長もう多分もう満足してもう、バレたわ、ええー、っつってもうまだどっか行ったで絶対もう。プロソロにバレたわ、もうよ、まあ、もうバレたやったらもうええわ、言うて。バレるまでやったよって思って。腹立つわ、差し込みもめっちゃ。な、ブロッコリー悪すぎたな。ほんでマナーとか。マナーとタップせえ。
ミュート解除したいから、3倍や。最低やな、お前、リスナーブロッコリー。お前や。お前が嘘ついて、ブロッコリー。お前、ちゃんと謝れ、マナートに、お前。マナートごめんな。マナートミュートも解除した。はい、ミュートも解除できたわ。うん、はい。こっちへタップしちゃった。そうやな。うん。ちょっとみんなでちょっと団結しよう。もう社長はいいヒント持ってな。社長はいいヒント持って。そう、今もう日刊12位まで来たから。10ポイントいきますか、皆さん。皆さん10ポイントいきますか。これ10ポイントいけんかったらもう終わりですからね。さあ、50人団結して。あ、マナートこれ10コイン頼む。マナート友達記念にな。ごめんな。これ10ポイントいけんかったらほんま、ちょ、もう誰もいかん流れちゃうん、これ。あ、ユーザーキュンです。キュンです。ありがとう。ありがとう。ナイス。ナイスです。やないバラウマ。いや、これちょっとさすがに、川原社長が、参加しました。マナートバラウマ。これ最悪や。さすがにもうバレたから、そっちやな。俺、かわいそうやんな、社長。あっち、川原社長いるからな、みんな。それでも戦ってんだ。そう、一個一個戦ってるよ。そうそうそう、みんなで戦って。角刈りナイス。角刈りナイス。ユリアナイス。さすがに僕、日課には入りに行けないんでね。ユニバで入りますけど。ちょうどユニバで日課あります。川原社長の宝石くんだ。ユーザーお帰り。ちょっとみんなここやってよ。川原社長はもう次やってよ。ナイス。ユリアナイス。無理か。無理か。ちょっと残りの時期。名前気なくて聞いてるんで、ちょっとね。社長も、そっち行っちゃダメですよ。こっちですよ、絶対。ユーザーですよ。ユーザーです。いやいや、負けてる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 。社長、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 社てないおはこけ、さすがやかな社長、気持ちいいな、あい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 、ユーザーが紙吹雪、雑魚ギフトばっか投げてますわ、お前さ、雑魚、あ、すいません、ミュートにしてしまいました、あ、なんかミュート、なんか喋ってる、ミュートにしてるか、今日、なんて、なんて、え。あ、すいません、ミュートにしてて全く聞こえませんでした。もう一回お願いします。100コインは高い。ザコギフト、すいません、ちょっと、お前。今、ちょっと頭の中で脳梗塞が起こってて、すいません、ちょっと聞こえませんでした。すいません。病院系じゃ。ちょっと、病最低やな、お前。100コインだ。黙れ、すごいコインやのに。黙れ、お前。つばたの家行くぞ。なんで俺の住所知ってんねん、お前。ユーザー、お前。なんでつばたの家行くのって、お前なんで俺のこと知ってんねん、お前。つばた実家ってなんで知ってんねん。うん。怖いわ。つばたの家は来るな。俺の母さんとばあちゃんと兄貴と兄貴夫婦がもうブチギレるからやめろ。ちょ、ほんま勝つぞ、もう社長またそっち行ったんちゃん、どうせ。来てません。また来るんか、俺。確かに。来てません。よし、来てないな。よし、勝つぞ。いや、もうさすがにもう、練習戦。俺も行きません。勝ちましょう、社長、マジで。マジで勝てる。これは。勝てる、これはガチで社長、頼みます。ちょっと待って。何負けてんねん、ちゃうねん、川原社長。さっきめっちゃ差し込んだのになんで最後差し込んでないねん、こっちで。行く流れやろ、これ。いや、もう差し込んだら勝てるんやったら行こうや。ちょっと、いや、嬉しいっすけどね。しょうもないスコアじゃないですから。いや、勝てる流れやったって。あ、嫌ない、もう。ね。マナートも、はい、社長もみんなまとめて。何してんの？結局負けるねん、ちゃうねん。ちゃうねん。じゃあ、勝とうという意識がないんですよ、川原社長に。はい、じゃあ、ま、もう一回バトル、今、申請をしてきてるけど、じゃあ、俺が言うことちゃんとリピートアフターミーしろ。ああ、オッケーです、オッケーです、はい。ユーザーさん、ザコギフトって言ってすいません。ユーザーさん、ザコギフトって言ってすんません。川原社長もいつもお世話になってます。それはいつもお世話になってます、ありがとうございます。あ、ゆえ。はい、すいません。川原社長、いつもお世話になってます。すいません。こんな、ぶちゃいくな顔してる私ですが、もう一度バトルお願いします。それ言っていいのかな？俺自身、こんなぶちゃ&イクな顔面してて、生まれてきてすんませんでした。もう一回だけお願いします。お前な、やらせすぎやで、お前、俺に。こいつ、
マジでちょっともう社長、ほんまさ、もう黙らさなきゃいけないっすよ。もういいって。もうほんまに。ちょっと待って、もう言うたし覚えない？え、10人まで上がった。かけど、ちょうどユニバ10個で、ちょうどまだユニバ10個で、こいつのランキング抜かせますからね、社長。だから社長が結構言ってくれた。何してんねん、社長。2、30人。ほんまに。優しい。もう、いやもうさっき社長が投げてはらへんかったから勝てたと思ったんやけどな。向こうでね、そっちで。こっちは川原さんだけじゃないってことや。黙れよ。お前たった一人が世界を救うことができるってお前知らんのか。美奈子さんと藤田さんの例じゃあ、じゃあお前世界を救えんの一人で。え？お前ネクストレベルで俺は救われた人間やぞ、お前。ネクストレベルにお世話になったことあんねん、俺、交通量調査して。ネクストの、そう、川原社長のとこやろ？そう、川原社長の会社は隙間バイトのアプリを運営されてる。え？じゃあなんで裏切られてんの？ほんまや！出してて！あ、やれた？それは、川原さんなりの愛情表現であって、だから俺はもともと、ソロバン教室を昔やっててね。けど、その時飯食えないかった時に、うん、ネクストレベルで交通量調査でバイト申し込んで、うん、ね、1万円もらって1日働いて。で、その1万円をパチンコに入れて全部溶かして、うん。それで、アコム行って、ね、50万引き出して、おかんに怒られてすぐ返しなさい言われて、うっすって言って返して。っていう日々送ってたんやけど、今はな、アコムもいかんし、パチンコもいかんねん。な、だから成長したなってことで遊んでくれてんねん。多分な。聞いてへんやろ、こいつ。やば。全然興味ないや。こいつ自分のことしか興味ないぞ。みんな行くぞ。黙らせたいぞ、シュンハートウマ。だってあんまり人に興味ないもん。やば。あ、せっかく投げていただいた方々のことも興味ないってことね。5連勝はさすがにやばいよ。あのさ、うちのリスナーのことなんか何も言ってないよ。お前な、大幅に取られすぎないやって。お前のことがどうでもいいって言っただけね。何それ。バラです、皆さん。シュンバラウマ。さあ、あと2人です。行くぞ、バラ。バラあと2人行くよ。頼むよ。ユーザーバラウマ。ルビーバランマ、いいよ。だから、うちの人に言ってたらやばいやろ。黙れ。ごちゃごちゃうるさいね。お前も、カッコしか興味ないねん、この男。ごめん。50分、マジで。社長、もう本気で行こう。もうそろそろ日刊入ろう。俺、日刊なんか恥ずかしい。そろそろきついよね。そろそろ日刊入りましょう。もう、こいつ舐めてますんで。こいつに勝ってもあと1回ぐらいはやりますから。とりあえず1回は勝ちましょう。もう舐められすぎてやばいんで。さすがにきついよな。そうやな、きついよね。きついよね。調子こいてもおらんもんな。てか、モデおらんのか。妹モデおらんの。社長いないから。もういなさそう、マジで。てか、もうモデおらんやん。妹モデおらん。もう絶対いないやん。もう社長これおらん中で、そっちももう力尽きたパターンや、これ。ほら、ほら、ほら。ほんまや。いいよ、いいよ。これだったら、一般のユーザーが頑張ったら勝てる流れ出来上がってるよ。いいよ、これはこれで。いや、社長ありがとうございました。お前舐めてるやん、お前。お前、ギフト止まんかったらめっちゃ舐めた態度で配信やるやん、お前。あ、ごめん、ちょっと10秒で腰が。嘘つけよ、お前。お前で。もういいけ、配信せん。おい、10秒で、ほんまに10秒で腰。じゃあ、腰の何の病気か具体的に喋れや、それやったら。腰痛いの。なやそれお前。痛い病は聞いたことあるけど、腰痛いのっておめえの頭が一番痛いな、それ。なあ。痛いやべえぞ、お前。痛いの。かわいこぶるな、中卒のヤンキー、お前。なあ。さあ、みんな行くぞ。勝とうぜ。寝てるやん。このまま寝てても勝てるやつやな。お前が瞳つぶってる間に俺、地投げの爆弾の用意しとくわな。どうぞ、お前と俺の地投げやったら俺負ける気せえへんし。ああ、じゃあ寝ながら、じゃあ、地投げしてみてください、それやったら。ありますよ、携帯。42レベルのアカウント出したらいいんですよね。ああ、今はいいです。今はいいです。今はいいです。後で誰か違うやつとやってください。今はいいです。いや、俺もうやめる。配信を？いや、結構長くやってんねもう今日は。何時からやってんの？ 4 時、4時間やってる。4時間やってんのね。11時。ちっちゃんおはよう。え、夜もやらへんのやね。今日はもう夜やらんな。お、ピッチュ来てるよ、ね、ピッチュ。いくぞ、みんなスナイパー。これガチで枯れるぞ、トラベルウィズで。これガチで枯れる。もう、ユタシリスナーもちょっと一回休憩せよ、お前ら。マジで。ガチで枯れる、これ。いや、ないっす。ガチで枯れる。あ、え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 、社長！トラベルウィズ、うわ
パン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 。ヨシツグはマジ最高。好きはバイトはメガストレベルや。早く言ってキャビンキャビンキャビンガン。ヨシアンド、あ、寝ながら配信したらさすがに負けるよね、ビクトリー。いけいけいけ、ザーはい。さすがすぎた。社長スナイパー上手すぎ。はい、ミュートです。はい、そのまま病院行ってください。おじいちゃん。はい。はい、感謝します。1、社長。本当に最初から最後までいっぱい遊んでくださって、最後にはビクトリーを飾らせてくださって、本当にありがとうございました。やっぱり僕はタイミーとか、バイトルとか、タウンワークとか、いろんなアプリ試しましたけど、やっぱりネクストレベルのアプリが一番使いやすいですね。え？皆さんもバイトするときはネクストレベルダウンロードして絶対に仕事するんだぞ。はい、本当に皆さん、川原社長に、大拍手、そして、イケメン天才さすが150億の年商の社長というコメントで埋め尽くしましょう。本当にありがとうございました。イケメンすぎました。最高でした。そして、シュンもルビーも、みんなまとめて金髪豚野郎お疲れビクトリー。いや、豚ではないけどね。金髪当たってるけど。ちゃんと訂正するだよ。あ、ユユがダブルイケメンつってるで。結婚しような、ユユ。いや、お前、あ、でも、なんて言うのやろな、別にバカにするんじゃなくて、でも結婚してもいい人な部類というか、なんかそういうなんか優しそうな感じがあるからさ。あ、俺？うん。急に褒めんだよ、お前。慣れてへんだよ。顔は終わってんねんね。ああ、いじめ嫌がらせですね。はいはいはい。うん、いや、でも。お前、性格終わってるけど、性格終わってるけどな。誰、俺？お前、うん。性格終わってるやつがお前のところに投げに行ったりする？いつもお世話になってます。すいません。あ、すいません。いや、でも、割とガチな方で、ポロソロは多分普通になんか、顔男前じゃないし、まあ、そこら辺の石ころみたいな顔してるけど。いや、石ころは言い過ぎやろ。まあ、でも家庭的な感じもするけど、でも、なんか、ちょっと、まあ、例えば結婚して、ルンルンで外行ったりして、ちょっと可愛い子いたらすぐお前ちょっと声かけ、あ、プロソロさんですかみたいな。で、そしたら、う、可愛いみたいな。ほんで何でも買ってあげるで、そこからまた離婚なる流れやと思う。流れ早すぎやろ、展開が。いや、お前そういう系やろ。いや、さすがに、そんなめちゃくちゃ可愛い子に声かけられたところで、その場で買いに行ったりはしないよ。だって、知らねえ女だから。でもこっちの女にも男にも声かけられたことあるで、新宿歩いとったらよく声かけられるで。こっちのジスナーさんさ、いや、プロソロ、ウェみたいな。いや、こっちもプロソロ、ウェみたいな人いっぱいいんだけど。いや、白だろ。いや、ウェがそれもカエルの鳴き声なんだよ、お前。プロソロ。カエルの歌歌今から、お前。プロソロ友達にならなれるやって。いや、誰が言ってんのよ。可愛い女が、あ、かずみか。ほんまに？うちの女の子しかいいひんよ、今、最近。え、ということは、男から嫌われちゃったってこと？ひぃ。嫌われたんじゃなくて、もう枠変えたからや。あれか、じゃあもうほんま可愛い女の子しかいないってこと言うたシリーズな、あのところ。いや、可愛い女の子かどうかしら、顔見たことないから。どうするみんな、島田理恵みたいな感じ。あれ？リスナーさんと顔合わせたりする人なの？ああ、けどオフ会とかでね、公式の、公共の面前でね、1対1はないね。かわいい Y やって。かわいい Y？ いや、かずみやな。もう、岐阜レベ30で頑張ってて、ユタリスやからさ。うん。そこはな。ユタリス、今いる人。すごいね。なんでユタリスっていう名前にしたの、ちなみに。ユタリス、そのまんまや。なんか前までは、チャージっていう名前にしてて。で、その次は課金中って名前にしてて。そのまますぎるやろ、お前。だから、ちょっとやめて、じゃあ、なんか、ユタ教とかにしようかなと思うんだけど、いや、ユタリスにしようと思って。ユタ氏のリスナーってこと？そうそう、俺のリスナーっていう。なるほどね。サブスク名はチャージにしてた前まで。俺、サブスク名、天才集団やで。で、今、サブスク10人しかいないから、皆さんね、今、多分、300円ぐらいで入れんのちゃうかな。期間限定で。10人しかいへんの？うん。え、かわいそう。入ってって言ってる。なんか一人入ってきたで。あ、誰？おい、赤目や。そうだよ。赤目今日誕生日らしい。赤目今日バトル出えへんのちゃう。
え、バトルはするよ。バトルはしてる。ガチバトルと予約バトルしてる。ガチバトルと予約バトルしてないの。ああ、そうなんや。いや、赤字に嫁ったらあかんってずっと思ってて。嫁っていいよ。誕生日おめでとう。来いよ、来いよ、来いよ。お兄ちゃんだよ、お兄ちゃんじゃねえわ、お前。あ、だからいっぱい買った。お前みたいに。いや、ちげえよ。70万おごらされた僕は被害者ですよ。ええ、ほんとに。ありがとう、次はサネルね。それ誕生日で与えたって思ってたらええやん。そうだよ。お前、じゃあ誕生日プレゼントをもうすでに渡したってことでいいね。もういいよ。もういいよじゃないねん。こっちのセリフだわ。こっちのセリフだわ、お前。切れてて。何お前がブチ切れてんねん。逆切れしてんじゃねえよ。おめえがおごらせたんだから。なんで自分が買ったのに人のせいにしないでよ。いや、それを言わんかったら、それを言わんかったら俺が投げに行ったかもしれへんねん。みんな3時半にやめるわ、3時半。3時半ね。うん。じゃあさ、ね、今気持ちでさ、今が3位にいるけどさ、リスナーさんがみんなに、アカネが、ね、ユニバー送れって言ったから送ったんだよ。なんか、ユーリスナーさん一人もいないよ、そのダサいこと言う人。アカネ聞いてや。俺、アカネからバトルしたやん。つけて、一戦目。うん。俺もう、そこ今もう12位まで来てんけど。思った。なんで何が起こったの思った。いや、モデがいっぱい集まったのと、あと、そのプロソロさんとこの、川原社長がすごく暴れてくれて、めちゃくちゃ。嘘でしょ、嘘でしょ、こっちの。川原社長、マジ面白かったね。うん。すごい盛り上げてくれた。応援した。応援しないで逆投げみたいな。いや、俺の応援もちょこちょこしつつ負ける流れになったけど、最終的には語ってくださった。優しい。終わり良ければ全てよし。今いらっしゃるんですか？よし、お帰り。いや、もうランキングオフでコメントもないから、いらっしゃるか、いないかわからん。うん。もう今日誕生日なんです。私まだ日韓1年やってて、1回も取ったことなくて。いや、だから取れへんのちゃう？それは。今日はね、瀬名さんがもうすごいんでね。うん。だから、その、70万円分のは、まあ、もう俺が、うん、自分の意思でおごったでええわ。それはもういい。で、うん、俺の誕生日が8月25日で。今日はそういうふうに言っても、明日に。聞けや、お前、もういい。あなた忘れるから、明日に。聞けや、めっちゃ言うまで、お前。横切って喋んなよ、お前。もう私の枠も全部で 1.5M ぐらい多いんだけどね、プロソロ。じゃあ、お前の枠の話は、それは、お前のリスナーさんには感謝してるけど、お前、さ、誰か呼ぶか。うん。誰か呼ぶか、花呼ぶか。花ちゃん、でも、あれなんじゃないかな、バトルしないんじゃないかな。え？枠投げでやってんの、あいつ。うん。わかんない、呼んでみて。いや、辞退された。いや、うるせえな、おい。うるさいね。お前にはもう音源使わへんなったな。え？なんでか教えたのか？うん、ミスト対策でずっとサブアカで覗くために音源出してる時間なんだ。それ、理由それ。ミスト対策で。勝ちたいから。あかね、ラスト早く。ミスト対策で、お前もう終わるん配信。うん、で、また5時からずっとだってやってるもん。あ、そうなんじゃあ、おでこちゃん呼ぶか。いや、辞退された。ちょっと待って。じゃあ、ギョドンっていう視聴者8人のしょうもないやつ呼ぶな。なんで？アカネと俺で組むか。いや、うるさいね。ユタチ、ボリューム下げろ、それ、ほんまに。そのぐらいがいいかも、ユタチくん強すぎるから。え、のび太くんですか？あ、お兄ちゃん。いや、妹にした覚えないわ、お前。お兄ちゃん。なんでやで。そう、アカネと俺や。うん、そりゃそうや。お兄ちゃん。な、同じ日本一コンビや、俺たちは。お兄ちゃんは、お兄ちゃん別々でいいの、僕は。お兄ちゃんです。おちむしゃちゃん、おちむしゃどん、おちむしゃどんぶり元気？ラスト。黙れよ。落ち武者のモノマネ中にすんません。え？黙れよ。みんなタッパーしてほしい。黙ってんねん。鳥の唐揚げさんいらっしゃい。ちなみに赤に聞いていい？赤に聞いていい？配信者でお前の枠、お祝いでなんか投げてくれた人って誰？りょうたっちょちゃん。ああ。あと、ありさちゃんっていう女、まあ、女の子3人、あとなんか、いた客かおりさんって名前の方と、あと、いくよちゃん？東大の。全然知らんやつばっかりやん。なんかね、お金もあんまね、コラボしたことない人が来た。おい、いつもコラボしてる人たちは誰もやっぱ来てくれへんねん。トール来たわ、トール。トール来た。うわ、トール来たらもう、ちょ、赤で頼むわ、勝たせてくれ。強いやろ、今日。みんな頑張ってる。ああ、トール行くよ、みんな。お金も、トール。気にしないな。雨降ってきた。ユタシンところ雨降ってる？雨降ってきたっぽい、俺のところ。欲しいと思って、お金も誕生日お祝いしてないから、みんなの。お金をお祝いしたくてお祝いしたから。トール久々やな、トール。何も思わない。さあ、49人。トール見て、12位まで来た。魚丼姉さん、
え、爪、それ、絵師行ったんですか？大丈夫ですか？爪、それ。うん、痛い。絵師？え、見たい。大丈夫？いや、痛いよ。え、けど、ゆたしお兄ちゃんも腰痛いらしいから、二人で病院行ってきたら？お兄ちゃん健康やから大丈夫だね。さあちゃんパラダイス。6人いるか、6人。ラスト。パイナップルが参加しました。それはもう、ゆたしさんはもう、動かすぎたでしょ。はい。動かしたね。パイナップル、パイとパイナップル、ありがとう。腰が限界来てる。腰が限界来てるって。みんなごめん、腰限界来てる。やばい、誰か、バラお願い。はい、シンバラバ。アキさん、ファイト、アキさんもありがとう。パイナップル、初見です。黙れ、嘘つけ、お前。ユーザーバラも。行くぞ、みんな勝つぞ。向こうはトールちゃんってやばい奴がいるですよ。おかしい話やな。そう、みんなで。パイナップル、ヨドウはもう見放って、俺の味方になった方がいいんだよ。本当かも、言いたくない。もう2世やないか、もう全然。なおかしくないね。川原さん、特権です。嘘つけ。もう、全然今、気づかなかった。ビーストよよよよよよ。社長川原さんの愛はガブキュンと全部走り出し、バキュンバキュンかけてゆくよ。好きはバイトは、ネクストレベルです。みんなの社長ファイトクラブさん。やっぱ、はぁ？ほんま自分が強い時だけめっちゃ。あ、すいません。ミュートにしてんで聞こえません。ほんまにね。ミュート解除してあげました。なんか言ったけど、パイナップルハートマン。え？なんか言った？何も言った？社長、初見？初見じゃないでしょ。ずっといてくれましたよ。社長、今日ずっといてくださってますやん。本当にありがとうございます。パイナップルも美容っていう雑魚劇とありがとうな。優秀な人たちばっかりだ。嬉しいな、本当に。本当の兄弟なわけねえだろ、お前。ふざけんな、お前。本当の兄弟です。はい。なわけ。お兄ちゃん、天ヶ崎います。私、西宮です。近いな。たまたまな。秋さん、ファイト。頑張ります、秋さん。そう、パイナップル。そうやね。川原社長がユニコーンを2倍で。やばすぎるやろ、マジで。さすがですわ。初見の川原社長さん、ナイス。いや、初見じゃないね。パイナップルを投げたことあんね。いや、社長。いよ日本一おえ気持ちいいなさあ、皆さん、日課まで残り 33.8 件で、あ、すいません、茜ちゃん15個いいっすけど、尾崎豊に憧れてんの、あれ盗んだバイクで走り出す今から、うん、もう配信やめよう、うん、誕生日でお前15ポイント無理や、うん、無理じゃない、そうやな、だからその伊勢丹に無理やり連れて行って70万円分のなディオール買わせたから、じゃあ今罰を受けてるわけですね、だから今日1位無理です、じゃあ、こうしよう。アカネが1位取れたら俺はユニバーお前に送ったる。これはもう断言する。いらない、いらない、いらない。通るナイス通る、やばい、通るナイス通る、アカネ息しろってお前、通る来た、通る、やめてってお前、さすがに。チャージしたんか、地投げでいける。さすがに地投げでいける。よしくはて。チャージしたんか。すいません、あっちに行こう。妹、先生がいるから。お兄ちゃんと全然スコア違うけど、お前ほんまに俺の妹か、アキさん、アドンマ。自分が強い時だけ言ってく。あ、すいません、ミュートにしてるんで全く聞こえません。はい、ミュート解除。なんすか、鷹の花も、お姉さん、なんかいました？仕事中でちょこっとしか。小錦っすか、鷹の花っすか、トールいいわ。どこの部類っすか、トールありがとうな。小錦のもんです。行くぞ、ちょ、これ、ワンタイプユニコーンで負けるからね。社長、ユニコーンで負けますからね。気をつけてくださいね。これ、負けそうな匂いがプンプンですよ。プンプン、ほら、ほら、ほら、え、どっちや、ほ、ありがとう、ありがとう。わっ、うわぁ、キャピンキャピンキャピンガンのヨイチャンの、あ、ユタシお兄さん、キョドさん、息してないぞ、ビクトリー。いけいけいけ。うるさい。お疲れ様です。ミュートです。皆さん、お黙りください。はい、1位は、社長でしたね。一緒に、競馬して、1000万儲けましょうね。チュ、ありがとうございます。かっこよすぎました。おーおーおー、天才っすね。そして、パイナップルも、こんな時間に、出会えるなんて、幸せだ。デート行こうな。ありがとう。そして、アキさんも、元気してますか？最近僕ダイエットしてるんで、2キロ減りましたわ。もっともっと痩せてね、で、モデルになろうと思います。よしくもダイエットな。はい、ブレスのシューも、はい、みんなまとめてー。今、3日目。あ、ユタシってそんなもんですか、ビクトリー。うん、料理はないの、アカネガチバトル。オッケー、バビ了解。手乗りハート入れなかった。いや、大丈夫や。ヨイチュ&ビクトリーやな、パイナップル、そうやんな。モッサンありがとう。みんな、川原社長に拍手や。あかねちゃん、お誕生日なのに、ひどいこと言わないでください。お前、誰やん。いいよ、ありがとう、トール。お前、ギフレベル17、お前。やべ、モデレーターに追加しそうになった。危な。
誰やお前。ブロッコリー&ミートも大切にしろって。もう本当気持ちで。だって17の人も大切にしろって。いや、それな、めっちゃ大事やよな。ギフレベじゃないって、人生。人生ではないけどね。なんでそういうの？ギョド、お前33コインやないか、お前。大丈夫か？わからん。ギフトオフにして無料で配信しようぜ。みんなごめんな、ハンマでやるわ、ハンマで。ええやんけ、そっち兄弟で。いや、ちゃうて、お前。お前もう、いつもやるやつ兄弟でええがな。お金と俺でええやないか、お前。兄弟でやつ。なんでお前、兄弟でやな、兄弟で。負けるって、お前、これ。河原社長、寝れません。あ、そら、寝れんか。いや、河原社長は寝室鬼没やねん。ほんまにすぐいなくなるし、ほんまにすぐどっかから来てくださったり、わからへん。ミュートにするわ。うん。なんでプロソロだけミュートにするわ。ちょっとうるさいから。なんで誰誰おはよう、不思議だね。社長、ハートに。先生じゃない、不思議だね。まあまあ、4個は確かにうるさくなるけどな。ほんまに、主演でいいやつ。ほんまにミュートしてるやつ。続けます、私は。あかね、お前、これでもう今日終わるんか、お前、配信。で、だって、一回3時で終わって、また5時からです。5時から。3時で終わってても3時15分やで。そう、だから、ちょっと長引いちゃった。俺、ハンマーでやんで。24時間やればいいやん。だって、何かつけな、ほぼ24時間ぐらいだよ、だって。まあ、24時間。うせや、何個持つと腰がほんまにやばい。6時ぐらいまでやって、11時。おべての入り方はほな言うわ。あ、ダディ、おはよう。終わったんか、配信。妹頑張るぞ、妹。今日も日韓が上位ですな。うん、妹、お前めっちゃ目悪くない？今日も日韓が上位ですな。え？お前めっちゃ目悪くない？目悪いよ。やばいや、日本一になったのは何年前ですか？ 2016 と2018やから5年前と7年前か。すいません。早く、早く、早く。いくぞ。あ、これラストバトルっぽいな。ブルースバトル。チキータちゃん、ありがとう。チキータさん、チキータちゃん、ありがとう。いや、ミュート解除してたんか、お前、いつの間にか。寿司ちゃんも寿司バランマ。俺、金髪見合うくない？金髪見慣れてきたわ。嘘、金髪よりも黒の方が、旬、あれや。黒の方が男っぽい。うん、黒の方が、なんか似合ってる感じがするけどね。ヤンキーっぽさが、いや、黙れちゃうなんて。喋んなよ。いやいやヤンキーにしか見えへん。お母さん、ちょっとご自分に投げてくれ。頼むよ。社長はもういないこと分かんない。これはもう無理な気がする。え？ピンポンなったで！行くぞみんな！アマゾン！ピンポンなってるやつ誰か。いや、これもきついな。いや、もうこれもう社長いないな、絶対。もう無理だ、これ。負け確だ。あー、きついな。ほら。初見です、初見です、初見です、初見です。さすがにきついな。負けるやん、これ。何このバトル。全員しょうもないやん。しょうもない、ええな、お前。ニャンコインでもでかいやんぞ。黙れ。俺が一番しょうもないやん。ニャンコインでもでかいねん、黙れ。なあ、いや、黙れ、またミュートしよう。200コインでもしょぼくないから、200コインでかい。あ、お前もミュートや、黙れよ、お前。いちいちミュートばっかしやがって、お前。さあ、ギョドンは日韓まであと何系なのかな？日韓まで？はい。88.2系。あ、お疲れっす。俺あと 33.7系。まだ、1時間17分しか配信してないけど、もうすぐね、いい感じになりますわ。そのまま、じゃあお前もマウント取れるように頑張ったらいいんじゃん。さあ、あかね、お前も眠すぎて何も喋れてないけど大丈夫そう？うん、今プロフロさんが一人で食べてくれるから。いや、そんなことない。お前も喋ったらええやん。喋りたいこと。うん。お前誕生日やのに誕生日みたいなテンションちゃうな、全然。大丈夫っすか？すごい空気なんですけど。すごい嫌な空気なんですけど。ありがとう。ギョドもお前もなんか喋れ。ギョドもお前なんか喋れ。ありがとう、マネプさん。ありがとうございます。ありがとうございます。何も喋らへんやん。ユタシはミュートしてるし。ユタシさんのオープンチャットの入り方をちゃんと学んだ。ありがとう。ああ、ユタシの話聞いてたんか。ありがとう。さあ、お互いにミュートしてるから訳わからへんかって。うん。お前、もうミュート解除したよ、お前。ありがとうございます、いいね。ナイス、ありがとう。全員ミュートにしてるみたいだね、うそや。いや、もう、ミュート解除した、全員。ああ。いや、今、オープンチャットの話してたから。ありがとうございます。だから、ちゃんと、オープンチャットの入り方は。いや、早い。オープンチャット、
まあ、入り方は魚丼が入って、うん。いや、魚丼が入っても何の価値もないでしょ、別に。価値って何なの ?MYS、うん。すいません。価値って何なの数字が1個増えるだけでしょ。いらないでしょ。お、もうすぐ見る。お、誰か差し込みいけるか。もう。差し込みいける。1K は行きたいな。無理かな。2位を目指して頑張ってます。やばい、残り23秒。2桁はまずいな。1K 無理かな。きついかな。ゆたしくん、この後配信しないの？サイズ半から。もう今日終わり？俺はもう基本的に夜やらへんしてやから。うん。夜中やる。うん。12時から。とりあえず勝ちましょう。誰もいないと思うけど。うおお、やばい。うおお、やばい。姫ナイス、姫ナイス、姫ナイス、うおお、ナイスピザー。はい。ピザー、ありがとう。ピザー、ピザを勝つべっかー。何をピストで勝てるわけねえだろ。ありがとう。ありがとう。最下位チャンネルだ。川原社長がいらっしゃったのに、縮小すみません。感謝します。社長、うわ。これは、ね、向こうがなかったら勝てましたけどね。スナイパーいましたね。申し訳ないです。失礼しました。そして、ブルースもシュンも、ピックオンもパイナップルもみんなまとめて、達成しピーゾーンよく来てくれた。ありがとうございます。スーパーマリオ姫、トラいや、負けてるやんじゃなくて、いや、差し込み強いやったら、クラッカーはもういいんですけど、クラッカー以外のでかいユニバとかで行きますよ、社長そこは。ありがとう、ワイナップルさん。もう、社長いてくださったんすか。お、ゆたし、お前30万まで行ったの。嬉しい。はい。社長ユニバください。無理。ありがとうございます、ワイナップルさん。じゃあ、ゆたし、俺、ちょ、ニコラや、今。ありがとうございます。お前30万までやな。お前3時半までやろ。じゃあ、アカネとギョドンまたな、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いや、あいつ。うん。切るの早。このレベルならクラッカーかなと。社長。思い出してください。一気に行かないが、いや、もうな、結構、新しい場所に、しっかりと、事務所を、連戦しすぎて、そうなんよ、ごめん、ピーゾン。そう、今、連戦しすぎて、エグいね。みんな結構勝つやねん。もう日韓11位まで来たわ。あ、こいつミュ、ちょ、一回ミュートや。ね、川原社長、一回東京進出失敗した時はレンタルスペースでやっちゃったじゃないですか。ね。だからもう、勝負する時はガチで行かなきゃいけないですよ。もうその場で骨うずめるつもりで。ね。だからもうクラッカーじゃなくてユニバです。どんな時でも。あ、川原社長がユニバ行ってくれたら俺9位になれる。お前さ、お前にユニバ投げる筋合いないやんだって。うん。わからへんやユニバやれというより、ユニバやれる環境じゃないと。あ、確かにすいません。そうですね。プリンスゴーヤ行きますか？ん？まあまあ、とりあえず、ブリコの前にお前うん、ザコキャラのお前倒してから行くわ。うん。ザコキャラってお前俺より日韓したやん。あー、言っちゃったね、お前。そうっすね。荒野くらいじゃないとそうっすよね。プリコやってんのかな？やってるやってる。さっきから飛んでるもん、ユニバ。そう。まあ。外国のやつとやっとるで。え、ようやっとるやろ。でも外国のやつとやっとるで、うん、トップランカーやで、外国の。嘘。へぇ、そうなんや。面白いね。じゃあ次、プリコ行きましょうや、社長。勝ちましょうや。もう俺これラストだな。この男に勝って、プリコにも勝って。いや、もうこれラストや、俺。ネクストレベルで。みんなこれラストバトル。新しいバイト見つけましょうかね。ラストバトル。これ30ラストバトルかけたらめっちゃおもろいな。ちょっと休むわ。もう、10位来たかったけど、もう無理やから、今11位や、もうさすがにきついから。あ、無理や。30K も触るわ。無理無理。遠すぎる。ライオン1匹でいけるよ。あ、お前、ライオン1匹ってどんだけでかいか分かってんの、お前。俺が自分で投げるんじゃないで。確かにな。確かにな。これラストや。これラスト。勝ちましょう、絶対に。疲れた。いや、ほんまに社長のおかげで、だいぶ日韓も近くなってきて、ありがとうございます、本当に。いや、俺もめっちゃ言ってくれたわ。20K、30K ぐらい言ってくれたから、ありがたかったな。楽しかったよね、普通に。よーし、こいつはラストバトルらしいです。ラスト気持ちよく勝ちましょう。よっしゃ、ラストや。ラスト気持ちよく勝ちますと、お前はラストちゃうやろが、不思議だよ、持ちないです。黙れ。お前はもう、負けてねろ、そのまま。生意気な口聞きやがって、瞬間。用意あるから。何やんの？え、ちょっと釣り用具見に行こうかと思って。いや、別に。それ用事っていうか、もう遊びやんか、お前、それ。いや、趣味が欲しい、趣味が。趣味な。さあ、バラ、趣味が欲しい。早めに行きましょう。ああ。いや、そんなもう、隙間時間にはネクストレベルで仕事探せや、それやったら。川原さんのおかげでな、お金ももらえるし、みたいな。いろいろあるやん、ネクストレベルの宣伝にもなるし、みたいな。さあ、あとバラ一人です。これ行けんかったらやばいよ。まだ
五十。危ない、やだよ、これ危ないよ。危ないな、これラスト。やる気出せ、お前ら。ちょっと。もうきついやろうけどな。これラスト。こいつラストバトル優先でやから勝つぞ、みんなで。ラスト、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 ラスト。ラストですから、こいつはね。あっこ、ぽいね、ありがとう。あっこよくやってくれてありがとうね。うん、姫ありがとう、おんちゃんありがとう。これ無理か。もうちょっと伸ばしてくれ、もっちナイス。無理か、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 無理か。勝ちましょう、さすがに。そう、そう、そう、だ、一気に怒りさすがに勝ちましょう。これもうやばいな。これほんとにいかないと。お前、ふざけんな、パイナップル、お前。よくいった。何してんねん、お前。うち、ナイス、ナイス、出した。いや、もうきついね、みんな。うち。せやな、パイナップル、お前、バラ、じゃあ、ネクストレベルで、ちょっと交通量調査のバイト見に行ってくる。待っとけ、お前は。うん。あ、おらんなった。おらんなったわ。61。B ゾーンありがとう。いや、きついね、もう。バトルしすぎて。今日は、今日はちょっとな、バトルしすぎた。全然バトルせんね、最近。今日はちょっとな、やめようと思ったら、プロソロから来て、その前に、頭取りの時にめちゃくちゃ頑張ってくれてたよ、みんなが。そう。カズミも。パイセンもエグかったなぁ、ユニバー。やばかったなぁ。ミッキーもエグかったなぁ。オプチョンに画像送ったよ。そうそうそう。パイナップルナイス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 。いいね、裏切り。そう、今いい品からな。そうそうそう。ナイス、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 ナイス。いい品からな、今。今いい品からな、こいつ。ユーザーお帰り。もうラストにするわ、よし。ラスト。プロソロ教わりだ。なぁ。今日も日課めっちゃ伸びたわ。なあ、こいつスコア伸びひんかったらそういうとこなんよ。パイナップルナイス。パイナップルナイス。何げおパイナップル投げんな、お前。投げんな、お前。なんや、プロソロおサボりや。おサボりじゃ、今入ってきたので、じゃあ普通にトイレ行きたかったよ、お前。向こうラストバトルやからな。P ゾーンって誰なんか強そうやな。今日は、パイナップル400コインも無駄金使うな、お前。仲いい配信者のこのモデさん。あ、そうなんや。うん、おい、仲いいやつ、まあ、嫌なやつ、笑いやんもともとそこのモネを、うちのモネやん。吉継さん、お帰りなさいませ。やばい。勝ちましょうね。こいつこれで配信終わるらしいですから、最後これ負けたら、今日、負けたことになりますからね。終わり良ければ、すべてよしですよ。おサボりプレイヤーちゃうで、黙れ、お前も配信せ、今から。勝ちて、マジで。ラスト。ちょ、ほんまに勝ちないって。ほんまに勝ちたい、社長。こんなん全然まくられる。こんなん全然まくられる。社長、これ。最後ね。絶対バラとか最後。いや、なんも投げへん、パターンちゃん。ほんまに勝たせて、ユニバとかで勝たせて、マジで気持ちよく。いくよ社長姫ナイス社長優しいナイス、社長もありがとう。いや、どっちで投げてんのかい。え、ちょ、ちょ、投げて、投げて、そっちで差し込んでへんかったから、ありがとうって言ったの。下からでもね、月プリありがとう、もっちゃん、ゆりや、もう、さすがにきついよね。リーター、ちまるこつぶっこ、なお、あっこ、パイナップル、そして、P ゾーンがいないとやっていけない。そして、姫がいないとやっていけない。姫、絶対差し込む。けたわ。はい。パイナップル、嫌な一周。みんなまとめて、次頑張ろう。笑ってんじゃねえよ、パイナップル、お前。なんていや、この状態で行っても負けるやん。また鼻で笑われて終わり。ん？川原社長いるんじゃないの？川原社長な。うん。じゃあ前もプリコーの37連勝を枯れると思ったら、俺のところでユニバ2発投げてくれて、勝てるって思ったらプリコーに最後2発ユニバ投げて俺負けたから、負けるから。いや、なんだかんだでも川原社長優しいんじゃないの？かな。お前にユニバ投げられてる時点で優しいやん。まあね。うん。結果はどうあれ。確かに。お前3時半までか。いや、川社長いるか分からんけど、ありがとうございました、マジで、エンタメ。ほんまにありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。うん、プロソロ別に言うけど、川社長ありがとうございました、ほんまに。いや、黙れよ。じゃあ、ちょっと雑談してやめるわ。あ、オッケーオッケー。まだな、ありがとう。ほんなら。なんか言ったな、あいつ。じゃあな、あとなんか言ったな。うん、なんか言ったな、あいつな。まあ、やっぱなんか一昨日とその4日前ぐらいはすごい調子良かったのかな。昨日はあんまり調子良くなかったの。体調不良やったの。今日全然やったんや。あ、マジか。金曜日は弱者って言ってた。最悪や。まあまあまあな、ずっと人気なのはね。あ、そうなんや、パイナップル。うん、金曜日のな、この時間はな、普通はそうやんな。あ、この時間っていうか、まあ金曜日に差し掛かった夜と土曜日に行く時のね、深夜は
あんまり人いないかもね。うん。いや、まあまあ、そういう日もあるでしょう。でもね、縦揺れも調子良かったわけだからいいんじゃない？プリコ。いや、もう、河原社長いるかいないかわかんねえし、いなかった瞬間にもうめちゃくちゃ、めちゃくちゃなんか、しょうもない結果に終わるのも嫌だからな。とりあえず、違うやつ行こう。誰行こうかな。面白いやつがいいよな。花は最近バトルしてないんかな、花は。うん、あ、花あかんかった。ごめん。ごめんごめん。ああ、パイナップルおるの忘れてた。ごめん。ああ、ごめんごめん。リリナンが J という名前で、うん。あいつ俺フォローしてんのかな、出てこないんだけどね。あの、あれちゃう、招待オフにしてんじゃん。とりあえず、まあ行こうかな。じゃあ、とりあえずまあ勝っても負けてもプリコ行こうかな。承認してくれるかな。久しぶり元気してたって言おうかな。まあ一応、一応、あれ？年齢制限が適用されているって、まあまあ。うぇい！なんだよお前。ねえ、ねありがとうね。ねありがとう。久しぶり。え、なんだお前って言った？いや、久々にやっぱイケメンの顔見たいなって思ってきた。うん。うん。かっこいいね。え、またなんかその、次回の縦イベに向けて今調整中なの？うん。3年後の、なんか、縦部の次に、始まる、トロフィーイベントっていうのがあるのね。3年後。3年後に？うん、トロフィー。で、今、縦じゃん。で、縦って、20回で、一回打ち止めってなってて、その後はなんか、トロフィーイベントっていうのが出てくるの。それが大体もう、2年後、3年後なんだけど。あ。そう、それに向けての今、イメージ作りをやってるかな。トロフィーイベント？そういう、え、プリコーしかその情報知らんの、うん、どっからはその情報は聞けるわけ？あ、それはなんかいろんな、まあまあ、そのいろんなね、つてを通して。え、パイナップルが言ってます。なわけあるか、言うてるわ。え、ガチ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 。ガチ？これ知ってるのは、ライブプロの人間しか知らない、本当は。あー、え、言っていいの？その知らない情報を事前に公開しちゃって。あ、ダメだ、ダメだけど、プロソロは口固いって知ってるから言ってる。いや、一番柔らかいのよ。一番いろんな人に何でも言うのよ。うん、全部こぼれんの、俺口から、すべての情報が。うん。うん。しかも、1000人以上多分見てるでしょ、うん、そっちは。今、サブスク限定でも15人しかいない。嘘つけ、お前。じゃあ、お前の枠行って覗いたるわ。はい、プリーズ、荒野さん。うん、はい、1600人お前、もう嘘しか出てへんやん、口から。うん。いや、マジで。嘘つき、荒野に名前変えろ、お前。その3年後の、トロフィーイベントに向けて、うん、今、めちゃくちゃ頑張ろうかなって。そのためには、まず、3年かけて、サブスクを増やしたい。うんうんうん。サブスクでも1400人おるけど、これもう、多分日本で一番多いんじゃないの？日本で一番多い、タッキー。え、タッキー何人おんの？タッキー5万6000ぐらいいたかな、確か。いや、嘘つけ！そんなにおるわけないだろ！ 5 万6000。だからタッキーが言ってさ、タッキーが言ってさ、5万6000人いるから、サブスク収益だけで安泰安泰って言ってさ。いやけどサブスクってあれ何本入るんやったっけ？ 3 割。金額、一人当たりだから、うん、一人登録することによって150円ぐらいだよ。だからそんなに別に。ああ、そういうことね。めちゃくちゃ儲かるわ。6000回で150したらいいのか。うん。うん、840万か。うん、そう。え、なわけ。安泰安泰、うふうって言ってた。うふうまでは言ってへんやろ、絶対。あ、うん。まあ、とりあえず、プリコ。まあ、縦目終わり、どんなもんか、ちょっと見たるわ、強いか弱いか。よろしくな。いや、辞退すなよ、お前。いや、じゃあ、待て、お前、イチャイチャしたいだろ。なんでやねん。誰だお前って最近、第一声で言ったよな、お前。うん、なあ。ああ。いやいや、何がやで、俺、女の子ちゃうから、その、イチャ&イチャはできないぜ、俺とは。え、ラブ&ラブもできないのじゃ。ラブ&ラブって何やねん。ラブ&ピースやろ、それを言うな。何ラブ&ラブ。ラブ&ベリーだろ、それ言ったら。ラブ&なんて、ラブ&ピース世代。俺、ラブ&ベリー世代。ラブ&ベリーって何？奇世界のやつ。奇世界？うん。アプリ？知らねえよ。うん、洋華堂とかにあるやつ。ガチで伊藤洋華堂全然行ったことないのよ、俺は。ないの？え、佐藤ここのか堂は？どこにあんの？佐藤ここのか堂？しんちゃんの映画に出てくる。知らんて。クレヨンしんちゃんは知ってるけど。うん。ごめん、え麻薬やってる今。ん？大丈夫？なんかそう言ってることもう全部何言ったかわからんよ、さっきから。うん。うん。田口くんと友達カトゥーンの。え？え？
カトゥーン世代あ、俺カトゥーンすけ。ギリギリいつも生きてるな、俺は。うん。そうそう。それ言うやつ大体モテないって俺知ってるから。いや、黙れよ。もう、じゃあ、それ言うやつじゃなくて、もう、顔面のフォルム上モテないんだわ。確かに確かに。理論上、理屈上も絶対モテない。いや、黙れよ。いじめ嫌がらせのプロか、お前。もう、お前も BL 食らっちゃうぞ、せっかくランキング高いのに、お前そんなことばっかやってると。うん。いや、うんじゃないよ。ビビれよ、もう少し。うん。いや、ビビんなよ。俺さ、ライブプロっていうバリアが一個貼ってあるから。ライブプロっていうバリアがあるとどうなんの？普通にちょっとどうやれる？なあ、それ全然おもんな。じゃあ BL 食らうこともあるやんけ。とこだつとかも食らってたしな、あいつ大事な縦部中。なあ、最初と最終日しかお前、なあ、配信できんかったから。関係ないで、ライブプロというね、囲いがあってもね。うん。じゃあ君は何のプロなんだよ。俺、ソロ版のプロやんけ。だからプロ、嘘つけよ、お前。いや、嘘つけちゃうねん、お前。なんか、じゃあ計算問題出してこんかい、それやったら、お前。計算問題？なんでも。あ、じゃあ、計算問題出しまーす。電卓使いながらな、答えが分かるようにな。うん。じゃあ、いきますよ。うんうん、じゃあ、1問目、ね。はいはいはい。うん。あ、はい。じゃあ、プロソロがね。プロソロってね。うん、はい。プロソロが、うん。二十歳の童貞だとしましょう。そう言っていいのか、うん。二十歳の、計算どこに貼ってるか、経験できない、うん、経験したことない男だと仮定しましょう。実際二十歳まではそうやって、童貞やったから、うん、はい。目の前にすごく美人な年収2000万の、はいはい、30歳の女性が現れました。どうしても口説きたい。プロソロはどうやって口説きますか？あ、ごめん、どうやって計算すればいいのそれ。どういう計算方法それ。その計算したことないわ。どうやって口説く？いや、とりあえず俺、ソロ版のプロなんで、TikTok も今日本一撮ったこともありまして、みたいな。ブブー。正解は何なの？普通に、抱きつく。いえ、うーんってなっても、そのまま運ばれて終わりやん。確かに。もう終わりやよ。プリコーだとしても無理だよ。30歳の年収2000万に、キャーって言われても、そのままもう、ほーでも捕まって終わり。もう、ホストももう、廃業。もう、TikTok も引退。それは。うん。確かに。確かに。何の話をしてんのだから。計算問題出してるだけだ、こっちは。だからごめん、どこが計算やったか具体的に説明してもらっていい？計算してみ、ね、答えを導くもんじゃん、そういうのって。まあ、駆け引きとかさ、恋愛とかってさ、恋とか。ああ。うん。俺、恋の計算だけ、やったことないし、答え出たこともないんだわ。うん。ごめん。ごめん。プロセスは、辛い過去を思い出させてごめん。うん、いや、そんなことない、別に。違う、告られたことは何回もあるし、うん、別にタイプじゃない女と付き合ったことも何回もあるから全然大丈夫だよ。ごめん。いや、謝らんでいいって。うん、いえ、メロディーに乗せんなよ、お前。うん。大根役者すぎるやろ、お前。役者のオファーは絶対かかんねえだろうな。うん。うん。ほんまに泣いてんの？いや、ごめん、え？ごめん、プロソロ。プロソロの今までモテない話、うん、女の子にチヤホヤされたことない話をここで掘り返してごめん、そんなこと本人に言ってごめん。涙一滴も出てないから目薬さしたら、さすがに。ごめん。一滴も出て、うん。カラッカラやで、ティッシュ。うん、え、ほんまに泣いてへん、ちょっと。ごめんな。役者やな。いやいや、ごめん、うん。じゃあ、ごめんで代わりにバトルするか、せっかくやから。待ってくれよ。待ってんねん、ずっと俺。ずっと待ってんねん。待ってくれよ。待つよ、うん。プロソロ。どうしたい？うん。待ってくれよ。待つよ。俺ぐらいだよ。プロソロのこと待ってんの。何を言ってんの？うん。いや、まあ、ありがたいね。こんな俺とさ、長い時間喋ってくれてありがたいけど。ね？いやけど、ごめん、みんなはさ。今まで、プロソロがタイプの女性全員に振られた話させて、うん、ごめん。まあ、タイプの女性に気に入られた経験はなかったけど、まあ、けど、ないに決まってるじゃん、そんなの。いや、ないに決まってるじゃん、言いすぎやろ。ないに決まってる。大丈夫、どんな TikTok で思いついても、それは出てこないから、絶対答えが。いや、ちゃんと、けど、ちゃんと TikTok 頑張って稼げるようになって、ね、それで、ギフトで思いをね、伝えたわけね。爆投げしたら、ちゃんととろみちゃんっていうね、可愛い女の子とデート行けたからよかったよ、それはそれでな。ガチ？ガチって急に興味津々なんだよ。なあね、お前もマブダチみたいに喜んでくれてるけど。お前ええやつなんか本当は。お前ガチ。お前やったじゃん。いや、ありがとう、ありがとう、ありがとう。結婚式呼ぶわな、結婚したら。おい。ええ。
やるじゃん。え、ありがとな。心の友やブリコ。ナイスや。うん。俺見たよ。何をやねん。とろみちゃんが、おう、なんかプロスの二の違う男と歩いてるところ。嘘やん。誰と歩いてたん。え、その人はなんかね、ソロ版じゃなくて電卓の方だった。プロ電。電卓に手と足ついてた。誰やねん、プロ電卓プレイヤーって。俺見たことないねん、電卓で有名なやつ。だから計算できるやつがとりあえず好きらしいで、とりあえず。ギフトじゃなくて。いえいえ。そうなの？だけど電卓とソロ版やったら、ソロ版の方が早いでな。いや、電卓の方が、でもトロミは言ってた。電卓の方が誰でも持ってるし便利って言った。ソロ版持ち歩いてる人いないじゃん。じゃあ俺は頭の中にソロ版が入ってて、電卓よりも早く計算できるから。頭の中に電卓入ってる人だから、こうやってやったら、あ、頭の中にね、ソロ版が入ってたら、こうやってやったらカチカチ言うんでしょ、こうやってやったら。こうやって。言わねえわ。カチカチカチ言わねえ。言ってないって。え、でもフリコはそう、配信者で誰か好きな人とかいないの？俺は応援するよ。うん。うん。え、セナ。セナ、嘘や。なんでな。ほんまに言ってる。いや、それ、縦目で1位取られてムカついてるから、なんかすごいちょっとね、興味抱いてるだけであって好きではないでしょ。セナちゃんがいなかったら俺1位やったのになって思ってるでしょ。もしだって俺とセナが結婚したら、日本で最強の配信者夫婦になるんだよ。まあ、な、そうやけど。そうなんやけど。ある程度。いや、じゃあこれは。うん。ある程度、ミラコに養ってもらうつもりでる、俺ももう。いや、ちゃうやん。団結枠だやから、ミラコさんだけに頼ってるのは違うんじゃないの？そこは。まあでも、頼れるところは頼っていこうかなって。絶対嘘やん。絶対嘘やん。で、その不倫相手がミサキ M。いや、ミサキ M ちゃんも今回縦部3位やったっけ。いや、縦部上位勢と結婚すなよ。いや。だってそしたらさ、ね、家に飾れる盾が増えるんだよ。いやいやいや。自分で優勝するより、ね、盾持ってる人と結婚して増やした方が早くないか。いや、まあまあ、うん、けどさ、けど好きでも嫌いでも、タイプなの？モスコでもいい。モスコでもいい。モスコ今回1位じゃなかったけどな。前回1位やったけどな。うん。うん。いや、いいの、モスコ。男だけどね。うん。心は女。いや、心、え？そういう人もいけんの？プリコーは。まあ、プロソロ以外やったら誰でもいけるかな。なんで俺以外やったら誰でもいけんねん。モスコと俺やったら俺もいけるやろ、ギリギリ頑張ったら。ちゃんと頑張って無理。かわいくて。でも俺頭に電卓入ってるし、あ、ソロ版入ってる人。いや、間違えんだよ、名前。寝返り打ってなんかカチャカチャ言うもん、絶対。いや、言わねえって、お前。言わねえって。だいつまでお前このやりとりすんねん。楽しいけどな。もうリスナーさんもそろそろうずいてるよ。このメガネ倒したいって。で、俺んとこもうずいてるよ。この金髪野郎倒したいって。だって。切ったんやけど。切ったんやけど、あいつ。何してんの、あいつマジで。ほんまに嘘やろ。ちょっと待って。ちょっと待って、マジで。おい。どういう切り方やねん、お前な。わけわからへん。俺なんて言われてるか知ってるか？知らん。プロ切り。いや、また切るんだ。お前、プロ切りじゃないよ。いい、もう、うるさいよ、プロ切り？なやそれ。聞いたことないでな。とりあえず一回だけ待とうしよう。オッケー。ああ、ありがとう。うん。うん。はい。おい、いや、やっとしてくれたんやけど。プロ切りって初めて。早いな、おい。ナイスボールだ。ナイスボール。早いな。よし、みんな行きましょう。さあ、画面タップローザね。画面タップローザ。勝ちましょう、絶対に。そう、全力ローザ、全力タップ、全力ローザ、全力タップ。あ、4連勝、美味しそうですね。全力ローザ、全力タップ、信号ナイス。こいつまたミュートにしてるやん。こいつまたミュートにしてる。さあ、行くぞ、みんな。勝つぞ。タップ？タップみんな頼むぞ。ああ、こいつミュートにしてるからな。皆さん行きましょう。こいつミュートにしてるんで、川原社長がいることは、まあ、バレてないです。行きましょう。157人、団結しよう。行くぞ。絶対に行くぞ。さあ行きましょう。絶対に勝とうな。ほんまに勝とう。ああ。ミュート解除してあげよう。さあ、ローザね、ローザ。そうそう、マリーナイス。なんか喋ってるわ。なんか偉そうに喋ってますわ、こいつ。ねえ、さっきからわけわからん話をずっとしてましたけども。さあ行きましょう、皆さん。じゃあみんなタップでね、応援お願いしますね。さあ、168人3倍ですよ。絶対に勝つぞ。ああ、勝つぞ、これ。勝つぞ、絶対に。うん。行きましょう。いや、9999だやけど。9999。麦、バランマ。早いね。うん。いや、いつの間にミュート解除してんの、お前。じゃあ、
3倍割り勘。なんか喋れ。あ、ユリアバラブ君。ちょっと、ほんまにこれ、ここだけ金だけは頼みはそう、あげないです。ほんまにこれ、3倍消せたらマジ終わりだから。いけ、あと10個、やばい。ほんまにやばい。3倍いけんかったら終わりやから。ほんまにやばい。マジで。プリコリスだ、ちょ、一回休憩しよう。一回休憩しよう。やばすぎ。母さんの愛はガズキュンバキュン。これいったの？バキュンバキュンかけて言う。これいったの？おいた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 。ナイス、マリ、やばすぎ。マリ、ナイス、3枚。さあ、いいよ。4連勝してるからね。社長、絶対勝ちましょう、ここは。行きますよ。危ない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 。いや、ここは誰かじゃないですよ。パイナップルズキュンドキュン走り出し。ハートないっすよ、ハートないっすよ。バキュンブキュン走り出し。あ、ユリア、ロータだよ。いや、3倍っすよ、3倍っすよ。マリアだよ、マリアだよ。スーパーチャイズ絶対勝てねえよ。2迷ったな。やばすぎだな。また来やがったよ、あのガキが。負けないっす。なんかこっちグローブないか。やばい。グローブねえか。やばすぎるって。グローブねえか。グローブのワンチャンかけるか。こいつまだミュートにしてるやん。社長の演奏も大好すぎる。グローブある人いたらちょっとはい、やば置いてくれると。ユニバ2つ、ライオン2つ。ほんまにやばいやん。あと2分。A さん、はじめましてやんな。え、フォローするね、A さん。あれ、フォローができない。これ、どこしたら。いや、マッキーマジすごいな。マッキーありがとう。フォローしました、A さん、ありがとう。かー、社長もやばすぎた。さすがすぎます。グローブねえか。ねね使ってくれたもんね。あれこれ、勝ち客やん。ねいないのか、もう。A さん、すごい人なんやね。うわ、ユリは2連、初めて見た。もうよかったね。いや、みんな、こちらバイトは、ネクストレベルですよ。ネクストレベルで、いろんな仕事見つけて、みんなも働いて、幸せになろうな。よかったね、プロソーサー。いや、ほんまです。ほんま、社長も A さんもマジで、やばすぎます。これ、勝てるやろ。この差は結構あるぞ。だって、ユニバ7個か8個ぐらい。いや、8個いったらやっと勝てる。7個じゃ無理や。ラウオフのすごい方ね。サンバタイム終わったからこのままならいけるな。いける。マジでいける。マジでいけるよ、これは。絶対にいける。いや、気持ちいいな、これ。勝ち確の流れやで。あれ？あ、ミュート解除してた？あれ？お前、いつの間にミュート解除してんねん、お前。なあ。お前、いつの間にミュート解除してんねん。いや、なんか喋れや。え？あっち、X さんとたけしさんいる？なんだって？プリコ、グローブ使ってくる？嘘やろ？ちょ、みんな、気をつけてよ。あれ？一時停止になった。なんで一時停止してん？残り20秒。ちょ、ほんま、A さんと、そして、川原社長、ちょっと油断だけしない感じでお願いします。これ、ワンチャン、ライオン送れるやったら送っていただいて。こいつ生喋ってないから怖いな。勝てる？ユリア・バルンマ。これ勝てる？無理か。気をつけてよ。気をつけてよ、皆さん。勝てるんちゃう？勝てるんちゃう？勝てる流れや、これ！やばい！ナイス X！ ナイス！うわぁ！熱いよ！なんで？なんで？うわぁ！食べようとないよ！うわぁ！A さん差し込みやば。どんだけ差し込みやばい。 A さんやばい、 A さんやばい、 A さんやばい。嘘やろ。社長のキャストラッキーだー。社長マジで天才、いけない。ほんまにネクストレベル最高、最高社長。ネクストレベルは止まりませんよ。ほんまにエグいやん。ユニバ飛びまくってるけど勝てた。社長ナイス。キャッスル。ついよ、社長のキャッスルとエイさんの。やばすぎだろ。ちょっと待って。ガッチャありがとう。キャッスル。社長もエイさんもエグすぎました。いや
ば。ほんまにやばいんやけど。ほんまにやばいやん、社長も。A さんもマジでありがとうございます。300人に増えて、日刊16位なんだけど、俺。嘘や、信じられへん。マジ。やば。やばすぎやろ、ガチか。すごいな。おめでとうございます。ありがとうございます。イライラするから一回黙って。X マジでありがとう。うわ。はい、はい、一回、ミュートにします。いや、これ気持ちいいっすね、社長。はい、感謝します。1位は社長です。さすが社長、最後の最後まで気を抜かず、頑張っていただいて、本当にありがとうございました。久しぶりにブリコーに勝てて、マジで嬉しいです。最高すぎた玄白。みんな、隙間バイト見つけるときは、ネクストレベルで検索だぞ。ありがとうございます。そして、A さんもすごすぎた。A さんもこれ、モデレーターに追加しなきゃいけないで、本当に A さんも最後まで差し込んでいただいて、マジでマジでありがとうございました。フォローはさせていただいたんで、モデレーターにも後で追加しますね。そして、パイナップルも、ありがとう。ユリアも、タポタンも麦も、はい、みんなまとめてプリンス荒野差し込み失敗おめでとうビクトリー。いや、これありがたいね。ちょっと、A さん、ちょ、フォローしとかなあかんな。いや、X さんと金華の雨がバラバラ。なんのやつ。なよ、X さんと金華の雨がバラバラ。すいません、なんのやつ。アプリコどんまい。いや、縦目すごかったから枯れてない。いや、X さんと金華の雨が止まり。どうなってんのこれ。ほんまに。ほんまにどうなってんの。すごいよね、ガチで。ほんまに。あ、X さんすみません、ありがとうございます。プリコ、お前息してる、大丈夫？大丈夫？大丈夫？うん。元気出せよ。うん。もう一回やる？ A さん、ちょっとモデレーターに追加しておきますね。本当にありがとうございました。すみません。やばすぎる。いや、元気出せ。うん。だってプリコはずっとね、1位を取られて、本当にかっこよかったから。うん。そう。たまたま、だって、プリコも言ってるやん。一回、負けたぐらいじゃ何も思わんって言ってたやん。ね。そう。だから大丈夫だよ。投票部門も1位すごかったし。うん。投票部門も、ギフト部門も1位目指せる奴は本当にこの世でプリコしかいないから。本当に尊敬してます。うん。すいません。なんか喋っていただいて大丈夫ですか？変なものに付き合ってもらいありがとうございます。じゃあね、社長。変なものじゃないですよ、僕は。もう、メガネが曇りまくっちゃったよ。一回ガロック。